私あんまりこういうの得意じゃないんですけど、さすがに今回の沖縄の一連の状況は大執行もはじめとしてあまりにもひどすぎて、ちょっとこれで黙って何も手伝わないっていうのは人間じゃないと思ったので、引き受けすることにしました。いろいろ不備もあるかもしれませんけれども、今日はよろしくお願いします。ということで、もう今日はいろんな企画目白押しなので、まずは主催者挨拶、そして佐高真さん、改めましてこんばんは。今日は山城宏さんをはじめですね、現場の人たちがたくさん駆けつけておりますので、本当に簡単に挨拶させてもらいます。山城さんがですね、若い人たちと連帯してなんか争うよりも愛しなさいと言われたと、ショックを受けた。あまりショックを受けた顔でもないんですけど、私はリチャード・ダイクという人がですね、石橋湛山の小日本主義と唱えた石橋湛山の評論を英訳してアメリカの人たちに読ませたいということで、石子さんうるさい。こういう時事務方うるさいの時結構あるんですよね。大した打ち合わせしてないんですよ。それで何しゃべるか忘れたじゃないですか。石子さんのせいだった。それで、そのリチャード・ダイクさんと石橋湛山についての対談をこの間しましたんですけども、エゼラ・F・ボーゲルの弟子なんですよね、その石子さんの。それで対談の中でですね、日本はアメリカと心中するのかって言われたんですよ。それがすごく私としてはショックだったんですけども、アメリカの方は日本と心中するつもりは全くないわけですよね。その辺のところを含めて今日はじっくりと、そして多分山城さんの歌も飛び出すと思いますけれども、なんか歌の方が話よりいいということはないようにお願いしたいというふうに思います。じゃあよろしくどうぞ。はい、ありがとうございました。それではですね、報告、ですね、まず報告者で、それから今日のパネリストの紹介をしていきたいと思います。ここからもパネリスト、まず報告者だけで結構。報告者順番に、順番ですね。はい、ありがとうございます。まずまず私の方から紹介させていただきます。山城宏さん、沖縄を再び戦場にさせない県民の会事務局長。それから、下地茜さん。マイク小さいですか？聞こえます？これなら大丈夫？後ろ大丈夫ですか？大丈夫、はい。ちょっとマイクの位置が悪かったかもしれないですね。じゃあもう一度申し上げます。沖縄を再び戦場にさせない県民の会事務局長の山城宏さん、沖縄県宮古島市議会議員下地茜さん、琉球新報東京支社の記者、秋谷真人さん、それから、新社会党委員長社民党市民協同岡崎博美さん、この、方々です。でまずは、報告1として、山城さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆様こんばんは。こんばんは。本当にお久しぶりでございます。ご案内のように、沖縄が、政府の言う南西諸島の島々が大変な折に共同テーブル、社民党、新社会党、それから各反戦団体の皆さん、このようにご協力いただいて沖縄集会を持つということに心からの感謝を申し上げます。私自身は今日から22日まで関東関西と回ってきて、1都6県7県回って訴えをするつもりでおりますが、たくさんのご協力に感謝を申し上げます。どうぞ皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。
佐高さん煽って歌よりあ中身より歌の方が良かったなんて言うなよなって言ったから大した歌は歌えないんですけど、じゃあ皆さん一緒に歌いましょうか今こそ立ち上がろう今こそ奮い立とう沖縄の道は沖縄が開く幾歳を拒み平和に生きるためそれそれ今こそ立ち上がろう今こそ奮い立とう座り込めいきます座り込めここへここへ座り込め手組んでここへここへ座り込め揺さぶられ潰された隊列を立て直す時は今腕組んでここへここへ座り込めここへ座り込めぜひ元気で、立ち上がったり座り込んだりやっていきたいと思います時間も限られているようですので早速話に入りたいと思いますが、レジュメも一応用意してまいりましたけどレジュメに沿って話してたら時間がありませんので簡潔に、思いだけを伝えて、終わらせてもらいたいと思います時間としてはこれから何分だっけ30分ですよね17分まで57分まで57分まではい、わかりました今日話したくていくつもありますがまずはともかくこのように沖縄への連帯支援集会を持っていただくそして日頃熱い思いで、沖縄を見つめていただいている皆さんに心から感謝を申し上げますまた今日の集会にご苦労いただいております共同テーブルをはじめ、関係者の皆さんにご尽力に感謝をしたいと思います、国会からは、だから、私どもの鉄見参議院議員もお越し駆けつけていただいております、ともかく、無謀を極めて、アメリカに、全てを売り渡して恥ともしないこのおぞましい政府の暴挙に抗議をしながら私どもは自らの命と暮らしを守る、その決意で立っておりますが、どうぞこれは沖縄に限ったことではありませんが、日本全国、アメリカに売り渡して恥じない政府のですね、めちゃくちゃな、政策によって暮らしが破壊されていると思います、根っこは同じであります連帯をしてまいりたいと思います、私どもの、沖縄についてたくさんの申し上げたいこともありますがまず、去る9月4日に、10月4日ですが判事をされた最高裁の裁判をめぐってですね、まるで今高田先生ともお話ししたんですけど水戸黄門の印籠のようにこれが見えるか沖縄よ言うこと聞けと言わんばっかりのですねたくさんの圧力が、県政はじめ県民にかかっております最高裁判決も聞けないような、県政あるいはそのことを支える県民いかがなものかこんな違法集団不法集団に沖縄マックスから欲しくなるんだこいつら一掃しろと、まあ、いうふうな議論が、ネット上で出ておりますただですね皆さんご案内のようにこの最高裁判所の判決は私どもが訴えていることについて一言も触れてない軟弱地盤90メートルの地下の軟弱地盤には調査もしてない B27 と言われているところの調査もしない、だから、変更承認は認められないんだと言っていることについて何らの検証もしない、県知事が求めた、承認尋問を一人も採用しないただ判決は高等裁判所の言うことは正しい政府が言うことは正しいよって県は違法なんだということで、県の訴えを却下するそういう判決でしたそういうものに従えと言われてはい分かりましたというにはならないのは当たり前でですねこれは県民挙げてこれまで何十年96年の錯誤以来
戦い抜いてもう30年近くなりますが、そのことを、訴えてきた県民がですね、大いすると引き下げるものではありません。県知事は、大きく苦労したとは思います。行政の長として法律には従うとならない、最高裁判決には従うとならない、そして事務方も知事にはもうさ、判断が出たんだから従いましょうというふうに言い続けたというふうに、報道もされております、聞いております。ただ私どもは、運動現場で、立ち続く仲間たちはですね、県知事にそのことを承認されたんじゃもう お先真っ暗という思いで必死になって県政に、認めるな、跳ね飛ばせ蹴飛ばせ、まあ、いうことを訴えながらですね、ついに、知事の、決断をもらったいただいたところでありました。デリーさん立派です、頑張ってまいりましょう。ぜひ、そのですね、県知事の決意を支えていただきたい。また改めて辺野古集会も持たれるようにも聞いております。その際は、知事を先頭にですね、戦いを作っていただ、きますが、どうぞ、引き続き辺野古の戦い、ご支援もいただければと思います。そして、今日の本題でありますけど、辺野古も、私どもはずっとかねてここで何度もお話もさせていただいておりますが、中国脅威を叫び、そして台湾有事、沖縄南西諸島有事というふうに戦争間近だと言って煽って煽りまくって、そしてついに防衛費をですね、 GDP の 2% と言いますから、これまで 1% で5兆5000億の防衛費、 2% となったら11兆の予算になるわけですよね。11兆の予算、自民党の連中は増税はしないと言ってるわけですから、あと5兆5000億の予算をですね、民生費から私たちの医療費や教育費やさまざまな、国民生活を支える予算から削らなきゃできないわけで、これから今でも待望か久しい日本の暮らし、私たちの暮らし、さらに5兆円の政府からの援助が切り捨てられてですね、打ち倒れるしかないような状況が来ようとしています。そしてその分、私たちから血税からかっぱらったものをアメリカに貢ぐ43兆円も、はい、バイデンさん、どうぞという、アホか、お前、言いたくなります。そういう政治を今、私たちは目の当たりしているわけですね。ぜひそのような馬鹿げた政治をまず許さないということと、そして、その43兆円でかき集めた武器、弾薬をですね、私どもの島々に持ち込んで、あの大国と向かい合うんだという、そのおぞましい発想に心から、身が震えるような、まあ、恐怖を、そしてこの逆さま、投石する、思考にですね、驚愕をするものです。どうぞまずそのことを、訴えをしたいというふうに思います。私の話は2点3点です。2つだけ、1つ2つだけです。まずそのことから議論したいと思います。アメリカのバイデンさんがですね、21年に登場してから、中国が攻めてくる、中国協論を煽り、そして台湾に武力侵攻するだろうと、そして台湾に武力侵攻する暁には日本にも来るだろう、とりわけ沖縄の島々、南西諸島の島々には、間違いなく、侵攻してくるだろうと、まあ、いうふうに言っているわけです。そして、それを止めるために武器弾薬が必要だということで、今毎日のように、武器弾薬が持ち込まれて、毎日のように、島々に基地が作られております。今日私と一緒に宮古島から、ベースとして、駆けつけてもらっています、市議会議員の下地茜議員が今日宮古からお越しですが、島々の状況も聞いてみてください。そういう状況です。そこで、皆さん確認をしたいと思いますが、じゃあ聞きますけど、バイデンさん、岸田さん、なぜ中国が台湾に攻めてくるんですか。根拠は何なんですか。根拠も理由も情勢も言わないで、ただ攻めてくる攻めてくる、危機感脅威を煽って攻めてくる。聞きますが、中国が攻めてくるというふうに言ったんですか。あるいはその際に、南西諸島と言われる与那国、石垣、宮古、沖縄、奄美、馬毛島に攻め込むということを言ったんですかという話ですね。いいもしないのに攻めてくるから負け、武器を持てというふうな話、まあ、これが内実だと思うんですね。で、私はまずそのあたりに皆さんと、まあ、認識を共有したいわけでありますけれども、それはですね、一つにはこう思うんですよ。一つ煽り立てる、結局結果として43兆円のアメリカの武器の爆買いを許したわけです。そしてそれを
とりあえず買うんだから、買ったんだから、一番疑わしいところに配備しようということで、沖縄の方に押し付けているんだろうと、まあ、いうふうに思います。まずそのことを確認をしたいと思います。そしてですね、いや押し付ける以上は恐怖を煽り立てるとなりませんから、毎日のように恐怖が煽り立てられてですね、います。一番の早い話が、あの安保三文書ですね。安保三文書、恐ろしい三文書です。見たときに驚愕をしました。これは先日詰めれば、私どもの島々、南西諸島、あるいは沖縄で、台湾と、失礼、中国と戦争するための戦争シナリオ、対中国戦争の沖縄版、沖縄戦場論の、戦争シナリオというふうに読みました。そして、言っておりますね。沖縄のその島々のすべての空港や港のインフラを軍事利用すると、こう言っています。そして今、毎日何が起きているかというと、与那国島の滑走路、石垣、宮古島の滑走路を、延長する。与那国と石垣と宮古は2000メートル滑走路ですが、これを2500メートルに拡張する。そうすると、戦闘機も、大きな輸送機も着陸できるということですね。そういうことが今、にわかに言われています。那覇空港に至ってはすでに第二滑走路ができておりますが、第二滑走路をつなぐ誘導路が1本しかありません。それを2本にして、ここは航空、旅客機用、ここは戦闘機用というふうに使うんでしょう。今そういうふうに、利用、空港の軍事利用が、強く言われています。まあ、ここまで来るとですね、毎日のこういうニュースが出ていますので、非常にも煽られるように心配です。だから島々から言われるのはどういうことか。私どもの毎日の新聞にはですね、与那国島の町長がシェルターを作れというふうに政府に要請をした。そして、シェルターだけじゃなくて素早く住民が避難できるために、港を拡張しろ、滑走路を拡張しろ、まあ、そういうふうに言っているわけです。けれどもですね、これはどう考えてもない実はですね、防衛省が裏から手を回して市長、町長、村長、あなたの口から飛行場を大きくしてください、港を拡張してくださいというふうに言ってほしいということですよね。それがためにですね、沖縄の島々の安保三文書に出ているように、島々の空港、港のインフラを全部軍事利用する、日米で軍事利用するということが書かれているし、そのことを裏付けるように今着々と軍事侵攻が走っているということです。私ら一度那覇で反対集会をしましたけど、シェルターを作る、あるいは市長や村長の肝入りで、避難訓練をする、サイレンが鳴ります、サイレンがうわうわ鳴ります。そしてみんな机の下に潜れ潜れ、子どもたちはお尻の中に入れ入れ、まあ、こういうことが繰り返されるわけですね。そして、戦場に行く、スタンスが、マインドが作られると、まあ、いう話なんでしょうけども、そのことに反対をしました。それってそういうことを繰り返しているうちに、ついには戦争に、こうする、戦争はダメだということの、気持ちが全部取られてしまう。だから、シェルターよりかはやはり、今は冷静になって、なぜ戦争が来るのか、なぜこの戦争をやらんとならないのか、この戦争を止めることはできないのかということを真剣に県民が考える時だ、そのことを抜きに煽られて煽られて地下に潜れ、倉庫に潜れみたいな話はナンセンスだと、まあ、いう話を、県庁前で集会をしました。そしたらやっぱネット騒いでますね。あの連中は、シェルターに入れるな、あの連中は飛行機に乗せるな、まあ、こんな議論ですよね。結構けだらけだと思いますから、まあ、そんな話です。まあ、そういうふうにですね、現実を迫ってくる。だから、文句言ったら救われないんだというふうに、住民、県民が押し騙されてしまうということに大きな、まあ、脅威を感じているところです。そこで、申し上げますが、私自身もですね、この南西有事が言われてから非常に悩みましたし、どうするんだというふうにずっと、インターネットで私たちの側のサイドの学者、文化人、ジャーナリストの論考を、ずっと見続けました、読み続けました。そしてやっぱり今日も、なんだ失礼、竹信先生、それから、先生、皆さん講師ですが、佐高先生はじめですね、この作られる有事に乗っかってはならない、
これは作られた有事、煽られた有事なんだというやっぱり議論がずっとされていて、そこにやっぱり意を強くしてですね、私たちも頑張れるんだというふうに思ったところです。ぜひ学者文化人の先生方には引き続き、全国に向かってですね、今作られようとしている、作られる、有事、作られようとする戦争に、断固反対の論陣を張り続けてほしい。そして、私たちの、国民有権者を激励してほしいということをお願いしたいというところであります。よろしくお願いいたします。そして我々もそのことを共有しながらですね、現場で、立ち続けたいと、こういうふうに思うわけです。さて、この状況でありますが、どうやってこれを止めるか、止めなきゃなりませんね。どんなにこれがアメリカが作られた、アメリカから資料を叩かれて、安倍が、菅が、岸田が分かったと言って、そしてアメリカになびいたと言え、そしてそのことを批判したとしてもですね、その状況をどう止めるのか、どうやって戦争が来ないようにするかということを考えとなりません。そのためにですね、まず私どものところで言えるのは、全県民が団結をすることです。私たちがどんなに言われようが、どんなに非国民だと言われようが、沖縄の連中は県知事以下全て違法者だ、全て不法で不当な連中なんだ、だからあの連中は一掃しろというふうにネットで言われても、そうはどこかへ簡単にはいきませんね、バカ。そうでしょう皆さん、あの島は、あの県は私たちのものです。あなた方のものじゃないんだ、まずそのことを自覚をしてですね、その標的にされようとする県民が団結をすること、そしてそのことを堂々と政府に物申しをする、日米に物申しをする、ここは私たちの島、あなた方のものではないんだ、ここで戦争を起こすようなことはやめてほしいということを言わないとなりません。そのためにですね、どうしてもそのいろいろよくありますけど、団結をしなきゃなりません。そこで私どもは昨年、おととしの21年の暮れにですね、ちょうど琉球新報のホールで講演会がありまして、私もバネラーで呼ばれて、全県組織を立ち上げなきゃならないんだというふうに話をして、その翌年の1月、22年の1月に、ノーモア沖縄戦ぬちの宝の会という啓蒙団体を作りました。そして今盛んに講演学習会をしています。そのことで県民の意識化を図る、この戦争に乗ってはならないという意識化を図る、そして今年の7月に、運動団体としての、沖縄を再び戦場にさせない県民の会を立ち上げました。60団体が集まり、今すでに70団体が超えております。その多くの団体個人でですね、組織をして、2月と9月と、次は11月の23日に集会を持つ予定です。その11月の集会にはですね、ぜひ全国の皆さんにも声かけをしたいと、こう願っております。このレジュメの一番後ろのチラシはですね、その時の本当は現物があればよかったんですが、この現物が間に合わなくて、表だけをコピーして置いてありますが、11月23日に、集会を持ちます。愛するより、争うより愛しなさい、そのメッセージをですねつけて、集会をしたいというふうに思っています。ここの話を少し、させてください。これはどういう運動かというと、我々のように60年70年代安保世代のですね、運動を少し超えていく新しい、スタンスといいますか、新しい若者たちの血を入れながら、改めて沖縄で、全国で大衆運動を作ろうというふうな思いで今作っております。経過を説明するとですね、この県民の会を立ち上げるのに、私は13回15回の全体会合を持ちました。その2、3回最初の頃にですね、若者たちから発言がありました。趣旨は賛成だ、趣旨は賛成だけど、だけど、山城さんはじめとするような世代が作ってきた運動に敬意は表するけど、あのように勇ましく戦うんだ、粉砕しろ、バカ野郎というふうな、怖いメッセージにはついていけない、ああいうその札付きのようなこの、連中にはついていけない、こういうわけです。唖然としましたね。でも勇気あると思いましたよ。29歳の青年でしたけど、居並ぶ
シニア世代の中で手を挙げてですね、私どもはこれまで運動を作ってきた沖縄先輩方に心から敬意を表するけども、皆さんのように怖い言葉を発して怖いまなじりを上げて、頑張るぞ、戦うぞという皆さんではちょっとついていけませんとはっきり言いました。それで仲間からですね、じゃあどうするんだと、どうするんだと言われました。どうするんだと言われて、こう言ったんですよ。人のことを言う前に自分たちはこうしたいということを言った上で違うというべきではないのかと、正論入ったんですね。そしたら、またもう一回反論があって、じゃあ私たちを今出ていけというわけですかと、私たちを切るということなんですねというふうに切り返したわけですね。私は司会をしながらハラハラしましたけど、これどうなるんだろうと思いましたけど、まあ多少私たちのサイドが折れてですね、分かった、その意味じゃないと、一緒にやりたい、ただ言ってるメッセージがよく伝わらないので分かるようにお話をしてほしいということでした。それから議論を重ねてですね、2月の集会に至りました。ところがその2月の集会にですね、メッセージですよ、私はいつものように5つのスローガンを挙げました。安保、関連3文書は憲法違反だと、それから沖縄島々を基地にするのは反対だみたいなことを並べたわけです。そしたら、これじゃいつものスローガンじゃないですか、私たちついていけませんと言ったんですね。そうか、じゃあどうすればいいんだ、私から提案がありますが一つ追加させてくださいとこう言いました。いいよ、じゃあ提案してって言った。ここには出ておりませんが、これはですね、ちょっとメッセージ違うんですよね。このここに書いてあるのは、争いよりも愛したいになっています。これはその時に言ったのは、争いよりも愛したいと、こういうふうにしてほしいと、このメッセージを付け加えてほしいとこう来たわけです。皆さんどう思いますか、ね、長年、ね、怖いマナジーで機動隊とぶつかりながらですね、安保粉砕を叫んだ仲間たちがですよ、ね、愛したい愛したいなんていうふうには言えない。私もそれ提案されたとき、いつからこれがそうになって、なんか宗教団体のメッセージみたいなことを思ったんです。だけどですね、だけどやっぱり運動は変わっていかんとないですよね。どんどん変わっていく必要があります。我々自身も変わらず、私自身も変わらんとなる。そこでまあいいでしょうと、分かりました、皆さんそこを言うのならそうしましょう、でその心は何年ですかという話をしたわけです。それはこれは別に私たちに愛しなさいと言ってるわけじゃないですね。お集まりの皆さん一人一人に米兵を愛せ、自衛隊を愛せと言ってるわけじゃないんですよね。これはやっぱり向かい合う国家同士で敵を殲滅するとか、戦場で、相手をやっつけるとかっていうことじゃなくて、やっぱり理解をし合いながら愛し合うことが何よりじゃないかというメッセージです。分かりやすければそういうことですね。それは、お互いで理解し合い、そして平和に生きようというメッセージだと、いうことなので、分かったということで取り入れました。そしたらですね、やっぱり若者たちたくさん来てくれまして、2月の集会をまず、争いで愛しなさいという横幕を張りました。5月の集会にはですね、いろいろそのブースを作りました。テントをですね、みんなにあげたんです。そしたらですね、そこに横幕を作る、ブースがあって、そこに3355若者たちとか子育て世代のお母さんが赤ちゃん連れで入ってきました。で自分たちメッセージ作ったんですよ。作ったメッセージが何かというと、これですよね。愛しなさいもありました。それからミサイルよりおむすびをとか、ミサイルよりパンパースをとか、それから平和のうちに子供を育てたいとか、そういう当たり前の感性とか、市民としての当たり前の常識的感性ですよね。それをたくさん作りました。そしてそれを道々で、プラカードにしながら歩いたわけです。でそのことがね、やっぱり新聞紙上に出て大きな評価を得ました。で今その若者たちを中心に、運動を作っています。11月の集会は一応骨子は私ども、私の方で提案しますけど、細かいところは若者たちで任すことにしました。横幕の作成もチラシの作成もやってと、そして皆さんが言うようにやって、あとは私の方で理解を求めて歩くからどうぞやってくださいというふうにしたところです。それでこのチラシができたわけです。お集まりの皆さんはほとんどこのチラシ理解ができないでしょう。わかりますか、これ何や、南西諸島の戦場を許さないという戦いのチラシかって感じですよ。どこのイベントだ、どこのお祭りのチラシだとこう思うでしょう、ね、実際そうなんですよ。でも私も旗と頭抱えてはいるんですけど、そう言っちゃまずいんで、これ言いませんが、大きくは言いませんけど、こういう感じですね。だけど
それがまずいのか悪いのか、ちょうど過渡期に立っていますので、はい、ぜひそのスタイルをですね、広めながら理解をしたいというふうに思います。私も長年労働運動の現場や反戦運動の現場でやってきて、いつも若造がとか何をでしゃばってと言われてたんですけど、もう気づいたら70代入りました。もう後がないんですよね。だからやっぱり後ろを振り返りながら、誰がいるんだろう、誰かに引き継げるじゃないと運動はできないと、まあ、いうふうな思いがして、このメンバーに引き継ぐところであります。そういうふうにぜひ11月の集会にはですね、東京で大阪で同時集会もいただきながら、沖縄現地も来ていただきたいというふうに思っています。でおそらく全国から来る皆さんに発言の機会を多くあげることはできないのでですね、私としてはどこかで、会場を探しました。那覇のパレット小文字という県庁前の大きなデパートの屋上の、ホールがあります。400名収容のホールがあります。そこを借り切ってあります。全国交流集会を持つ予定です。ぜひお越しいただいてですね、そこで全国からの支援の発言、連帯等をいただきたいと、こういうふうに思うところです。ぜひ、ご参加ください。まとめなどありません。冒頭で申し上げましたようにですね、県知事以下、県民、政府の無謀に救急としながら、天を仰ぎながらですね、審議をしながら、この国のひどい仕打ちにですね、耐えられない苦しみを耐えながらですね、けれども、ここで耐えなかったら、ここでギブアップしたら、またおぞましい戦争が来るだけだという思いで、反対をするところです。運動を強めるところです。最後になりますけど、オール沖縄という団体がございます。これは、私が辺野古で運動して、それから、全県民を団結させたもの団体です。オール沖縄に、反対をするのか、今出来上がっているオール沖縄の大衆運動を割って新しい運動を作るのかという懸念があります。でも違いますよね、皆さんね。オール沖縄は辺野古を止めるための大衆団体です。大きく機能しています。そして今知事を支えながら最高裁判決にめげずに戦いを続けています。ところが残念ながら、それには戦争反対であるとか、自衛隊反対であるとか、南西諸島反対であるとかっていうことが入ってない。だから、要綱として綱領として非常に限界があるという思いがしてですね、私はこの県民の会を立ち上げたところであります。それで11月集会を持ちますがですよ、もしですね、これは当然のようにオール沖縄さんにも、この間9月には、連帯挨拶ももらいました。今度も集会も連帯持ちたいと思います。もし、この辺の垣根が取っ払ってですね、お互いでとにかく沖縄を戦場させないという息ができるんだったら、私は今立ち上げている会をそのままそこに上げる、そう思っています。そして11月の集会成功させて、県政や県議会に次なる集会、私たち市民団体としてはギリギリのところ1万人集会を持ったと。だから次は県議会なり県政なりが首相を主導して5万とか10万の大集会を開いて、日本政府にぶつかる。そうしないと県民は暮らせないということを伝えるつもりです。どうぞ皆さんお願いです。力を貸してください。そして全国で連帯集会を開いて、そして可能なら沖縄にもやってこられて、そして一緒に声を上げましょう。沖縄をこれ以上食い物にするな、沖縄はお前たちの何なんだということを伝えてですね、あそこには150万の人がいるんです。今も昔もですね、トカゲの尻尾みたいに切っては捨て切っては捨てですよ、そういう話をさせてはならないわけです。私は第二次大戦でですね、終戦線まで戦ったのは日本軍としてそうかなという思いがしますけど、なぜ住民が逃げ込んだ南部に軍隊まで一緒になって、あそこでですね、軍民一緒になって漢方の射撃餌食になったのかよくわからない。それは民間人を一緒にして一緒くたにして防波堤にして戦争を投げ引かせる作戦でした。だからそういう恐ろしい軍隊だから、今回もですよ、沖縄の島々を餌食にして、アメリカの言うがまま言う通りの戦争をすることに、全く躊躇なくやるでしょう。そういう軍隊ですよね、日本の軍隊というのは。どうぞご資格をください、ご認識をください。そういう軍隊に蹂躙されないために、意を決してですね、声を上げていくつもりです。よろしくお願いいたします。頑張ってください。
ました。沖縄の問題、私たちの問題なんだっていうことも非常によく分かりましたし、世代を超えた討論で新しい運動を幅広く作ろうとしているという新しい動きも出てきていることが分かりました。今のお話の中でチラシの話がありますが、それは8ページ、資料の8ページのところにありますので、それをご覧いただければと思います。ということで、次はですね、報告の2に行きたいと思います。はい、皆さん、はじめまして。宮古島から来ました、市議会議員をしております、下地茜と申します。はい、よろしくお願いいたします。15分ということなので、早速、報告に入っていきたいなと思いますが、ありがとうございます。私は自己紹介がてらですね、宮古島で、育って、で実は長らく東京に生活をしていてですね、5、6年前に宮古島に戻ってきました。それでゆっくりこの島で生活したいなと思って帰ってきたら、その年にですね、この今映っている弾薬庫の建設が私の家から歩いて100歩ほどのところに作られるということが新聞に載りまして、本当にそこから自分の人生が変わってしまったなと思うんですけれども、この、反対という立場で、こうですね活動をしています。私もともと浅香駐屯地というところの近くに住んでいたので、家の近くに陸自、この自衛隊の基地ができるということを特にこの違和感実はなかったんですね。ただ私の父がもうボラという先祖代々のこの集落のそばに戦争につながるものが作られるということで、まあ、反対だということ で、その父についていろいろ調べたり政府交渉に行ったりですねしてるうちに、これは普通の配備ではないんじゃないかというふうに思うようになりまして、じゃあどういう何が違うのか、この小さな島にですね、このミサイルを置くということが一体何が問題かというと、一つこのいろいろあるんですけれども、一つこれはというのを言うと、この島に住んでる住民を巻き込まざるを得ない、配備であるということなんですね。で皆さんももうご存知だと思います、国際人道法というのがあってですね、その考え方の根幹となるのがこの軍事目標主義といって、軍事のものだけを攻撃の対象にしなさいという考え方があるんですけれども、それにのっとって軍事のものが何であるか、民間のものが何であるかというこの分け隔てをきちんとしなさいという考え方があるわけですね。それをに踏まえてみると、この島にミサイルを置くということは軍民分離できないんじゃないかというのが私の主張です。で、これは私がボラの訓練場を作るという時にですね、その防衛局の説明会で聞いたんですけれども、ミサイルどこから撃つんですかという質問に対して、沖縄防衛局はこの施設からではなくその外に出て撃つんですよというふうに言ったんですね。で、なので、この宮古に配備されているのは地対艦ミサイルなんですけれども、今見ていただいているようにトラックの荷台に発射台がついていて、でそこから撃つと、移動しながら撃つということで、なぜ移動するのかというと、撃った場所が GPS で今の時代わかるということで、その撃った場所が狙われる、だから移動しながら撃つ。で宮古島は車で3時間ぐらいで一周できる島なので、そうするとこの地対艦ミサイル1台だけではないので、例えば5台10台とあったら、その10台のこのミサイルが走り回って撃てば、もう島全体を走り回らないといけないということで、これは軍民分離できないですよねということなんですね。でちなみに秋田県、山口県でイージス・アショアという固定型のミサイルを配備しようとして、これはすごく反対が出たので撤回していくんですけれども、その時の説明会で防衛省はこの山口県、秋田県に対してシミュレーションを出しています。例えばそのブースターの落ちる場所はだいたいこの位置に落ちますよと、だいたい敷地内に落ちますよということであったり、塩化水素ガスといって有毒なガスが出るんですけれども、それに対しての その影響も
ほぼその敷地内に収まりますよということを言ってるんですけれども、これをあの防衛省の、方にですね、政府交渉の時に宮古島にもシミュレーション出してくださいということを言ったんですが、出せるわけがないんですね。なぜかというと、これは固定型のミサイルなの で宮古島に配備するのは移動型なので、もうシミュレーション出しようがないということで、これが、比較してあるんですけれども、宮古島に対してはじゃあ塩化水素ガスどうなるんですか、ブースターどうなるんですかということに対して定量的な答えが全くないという中で、説明してもらえなかったという状況があります。で、結局このイージス・アシアって撤回していくんですけれども、なぜじゃあその撤回する理由はというとですね、この大臣の言葉にあるようにブースターのこの落ちる位置が敷地外に落ちる可能性もゼロではないというようなところで配備撤回していくわけですけれども、これをじゃあ宮古島に石垣島に当てはめたらどうかというと、もう島全体を当然使うわけですから、ありえないと思うんですよね。少し飛ばしまして、でもう一つ今始まっているのが、今年すごく動きがあるのが、この空港と港湾を軍事利用したいというような話が始まっています。で、国の方で予算をつけるのでと整備しますというと、各自治体からですね、やっぱりやってくれと要請が上がるわけですね。で、この要請が出揃ったところで、今度はそのこれは整備するのは自衛隊の訓練の受け入れが条件になってくるということをですね、言い出していて、それにあたってこの防衛省の防衛大臣の言葉がですね、こういう整備をしていって自衛隊が利用できるようにすることは国民保護につながるんだということを言っているんですね。ただ自衛隊国民保護できないんじゃないかという議論が実はあって、自衛隊防衛省の方に国民保護計画一応作ってるんですけれども、それを読むと主たる任務であるこの国防の支障の生じない範囲で国民保護措置を行うというふうに書いてあって、これを元自衛隊の幹部の方がですね、これを踏まえてですね、主たる任務であるその国防、ごめんなさい、自衛隊は主たる任務が国防であるから国民保護の余力はないというような発言をしてですね、新聞の見出しにも載りましたけれども、ここで踏まえたいのは、この防衛省の方というのは実はその国防ということ、それから国民保護ということを言葉の上でもはっきり区切って区別しているということですね。で、改めてこの軍民分離の原則というところに立ち戻ると、この有事の時に、攻撃されるのは自衛隊は攻撃されるもの、そして、私たちこの一般の人というのは保護されるものだから、はっきり区別しなければいけないということで、この国の仕組みの中でもはっきり区別しています。国防を担うのは防衛省であり、そしてそれを進めていくのは自衛隊であると、国民保護は内閣官房で、それを進めていくのは県であり市町村であるということですね。ので、さらにその上でこのジュネーブ条約にも、もう基本が軍民分離なので、読むとこの文民保護をする組織についてはっきり書いてあります。その紛争の間いかなる軍事上の任務も遂行しないことというふうに書いてありますので、これは本来基本的にはできないはずなんですね。できないはずだけれども、その防衛大臣は自衛隊が使うことは国民保護になるんだというようなことを言っています。じゃあ国民保護だけをやる軍隊しか使わない空港にすれば自衛隊使えるじゃないかと、もしかしたら言う人もいるかもしれないですけれども、いやそういうことって絶対考えてないですよねと、ここをむしろ攻撃拠点として使っていきますよねというふうにやっぱり私は思うんですね。で、それには根拠がありまして、今年の1月にアメリカのシンクタンクの CSIS が報告書をまとめました。で、この報告書は台湾有事をシミュレーションしていて、
そしてその、日本が台湾有事に参加していくことが良い結果を生むということで、まあ、この日本が台湾有事に参加すべきだということの引用を結構されているのでご存知の方も多いと思うんですけれども、この CSIS 報告書の中でですね、日本の課題として2つ挙げてるんですね。で、1つはシェルターを足りないので軍事シェルター作りなさいという、作った方がいいですよということと、それから民間空港のアクセス、これは自衛隊の戦闘機とか米軍の戦闘機とかに、民間空港のがアクセスできるようにアクセス権を拡大しなさいということを言っていて、でこれは何のためにそれをするのかというと、国民保護では絶対ないですね。で、理由もきっちり書いてあってですね、これは中国がの中国の攻撃を分散させるためというふうな理由となっています。はい、でこういうことを私が言うと、じゃあ国防どうなるんだというようなことも言われますけれども、いや台湾有事は冷静であれば起きないんだよというようなことを言うとですね、いや中国というのは沖縄をいきなり侵略してくるんだというようなことを言う人もいてですね、もう話がなかなかできないんですけど、一つだけ言うとしたら、軍事目標主義にのっとればミサイルを置いたらこれは攻撃される場所になる、置かなければ何もされない場所で、これはどうせ条約って言葉だけだろうということで、じゃあ破棄して代わりにミサイルを置いていこうとしたらですね、その時には私たちは実はこの国際法上の保護というのが外れていく、ミサイルだけの保護になっていく、それでいいのかという議論とか知識とか全くないままにこれ切り替えがされているということですね。でミサイルを置けばじゃあ島が守られるのかというと、そうは思ってないでしょうということが最近この発言でですね、すごく感じるんですけれども、今こういう流れの中で島を避難する、島外に避難するということがすごく進められていてですね、石垣島で行われたシンポジウムでは元陸上幕僚長の方がこの公園に立ってですね、言った言葉がこのジュネーブ条約の軍民分離の原則を踏まえて、自衛隊のそばに民間人がいれば攻撃に巻き込まれても文句は言えないというふうに言いました。これミサイルも同じですよね。ミサイルを置けばそこは攻撃に巻き込まれても文句は言えないので、私たちはそこから出ていくしかなくなるということ、そしてこれを踏まえてですね、このシンポジウムを踏まえて与那国島の町長は、この軍民が混在する、一つの島で混在するということは大変なことだとして、一夜にして町民とこの実力部隊が入れ替わるような体制を作る必要があるとしてですね、数日前にも与那国島住民避難の説明会が行われたようですけれども、その中ではリュック一つで、そしてペットは置いていくこと、それから家とかこの畑とかが攻撃されて使えなくなったらどうするんだという、この国の保障は準備されてない中で、じゃあこの島に残る選択肢があるのかということを質問が出たら、町の方の答えとしては、もちろん強制ではないけれども避難するということを理解してもらえるように努力するというふうに言っていて、この島に残るという選択肢をどうも行政は利用準備してないということが、これ聞いててだんだん分かるわけですね。今もこういうような状況がどんどん進んでいるということをまずぜひ知っていただきたいなというふうに思います。今イスラエルがガザ地区を攻撃するというようなことが始まっていて、24時間以内に出て行きなさいというようなことを言ったんですけれども、ニュースを見て私は与那国島、宮古島もそうですけれども同じ状況なんじゃないかなと思っていてですね、ミサイルを置いて、そして軍隊を置いて、いざという時はもうここからあなたたちは出ていくしかないですよということが今始まっているということです。ぜひですね、この今の状況を見ていただきながらですね、最後、見ていただきながらですね、注目していただいて、
本当に見落とされてしまうとこういうことが進んでいるということがわからないままにどんどん進んでいってしまいますので、ぜひ一緒に注目していただいて、声を上げていただけたらなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。いや本当にもう緊急な事態っていうかすごいことになってるっていう今のお話で本当によく分かったんじゃないかと思います。任務の遂行に支障のない限りじゃないと国民保護ってしてもらえないんだっていうのを実感を持って私そうなんだっていうふうに改めて思いましたし、それからもうすでにその避難計画とかいろんなことがどんどん論議になっていて、何か起きたら島から逃げるしかない。じゃあちゃんとそれこそガザではありませんけどどれぐらいの避難のことで逃げられたかとか全くわからないという状況ですよね。でそのような緊迫した論議がもうすでに行われている地域が日本の中であるということ、それに私たちはあまりにも無自覚なんじゃないかなというふうに思いますし、しかしそれをさらに拡大していけば私たちのところにもそれは当然来るということを共に銘じていきたいかなとお話を伺いながら思いました。ということで準備もそろそろできましたので、ここからシンポジウムをやっていきたいと思います。何が起きているのか、何をすべきかっていうことをテーマにですね皆さんに話し合っていただきたいので、まずここからは佐高さんに、はい、バトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。でどうぞパネリストの皆さん、ご登壇いただきたいと思います。それではシンポジウムというかな、まあ、どうしても言いたいこと、ね、叫びたいことをしゃべるということで、最初にですね、アキラっていうこれだね、アキラマナトさん、明るいでアキラって言ったすごい名字だね。じゃあアキラさん、メディアの立場からでも、まあ、一応そういうふうになんか言ってるけど琉球新報の東京支社、はい、どうぞ。よし、どのぐらい全部で、琉球新報の東京支社で記者をしております明真人と言います。今防衛省を担当して取材しておりますので、日々この政府がどういった、体制強化を図っているか、どういったことをしようとしているかっていうのを沖縄に関して取材して書いています。先ほど山城さんのお話でこの若い方の意見を取り入れて非常に斬新なチラシを作られたということもありましたけど、まあ、私も年齢的に言うと若い方に近いのかなと思うんですが、やはりこの若者の意見を取り入れたっていう決断はすごい良かったんじゃないかなと思います。で、まあ、争うよりも愛したいっていうのも当たり前であって、これだけじゃ何にもならないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、これが一番最低限のこと、まずこれがスタートラインだと思うんですよね。だからじゃあどう戦争をさせないようにしていくのかっていう出発点になると思うので、このスローガン私はすごくいいなと思いました。それは個人的に一県民としての話です。でメディアとしてっていうことなんですけれども、まあ、ここで東京に来て取材をしていて、まあ、沖縄で取材している時とはやっぱり違いを、まあ、日々感じています。で、まあ、一番、まあ象徴的だった事例というのをちょっと紹介したいなと思うんですけども、今年の3月に中日アメリカの大使のエマニュエル大使が防衛省に来た時にですね、まあ、全然案件は別の案件で来ていて、防衛大臣、当時の浜田大臣と会談されてその出てくるところだったんですけども、まあ、私たちにとってはそういう場面でしかなかなかチャンスがないと思ってですね、案件は違うんですけれども、こう
日本とアメリカがこう強化を図っていく言っているためにこう沖縄では負担が増しているんだが、それについてはどう思っているのかということを尋ねました。そうするとですね、あの大使は、これは負担ではなく、あの自由で開かれたインド太平洋地域を実現するための責任だと、負担ではないというふうにあのおっしゃったんですね。で、まあ、もちろんその衝撃的な発言なので翌日記事にしたんですけれども、まあ、この発言を聞いていた報道機関、他にも複数の社が一緒にぶら下がって取材していたんですけれども、記事にしたのは私が知る限り琉球新報だけでした。というのももう防衛省で取材していると、もうこの厳しい安全保障環境があるからもう仕方ないとか、まあ、ともうとこの沖縄に負担が増すことを当然視するようなこう空気感があるんではないかなというふうに感じます。それがこのだからエマニュエル大使の発言に対しても驚きがなかったんではないかなと思います。ただそれはあのメディア その個々人の記者がそういう意識だっていうのではなく、このメディアというのは社会 この空気感を反映するものだと思っているので、日本全体として沖縄に負担が増すのは仕方ないんじゃないかっていう感覚が大きくなってきている、まあ、もちろんここに来ている方々は絶対そういうことではないと思うんですけど、そういう雰囲気が広がってきているんじゃないかなというのを懸念しています。はい、じゃあ岡崎さん、あの2人の発言、それからさっき今回の明さんの発言聞いた感想を含めて、はい、まめすいません、はい、なんかいきなり大きな課題をいただいたような気がしますが、新社会党の委員長をしております岡崎ひろみです。今日は新社会党の委員長ではあるんですけれども、プログラムの中にも紹介していただいているように、社民党市民共同という形で、本当にもう今戦争に突っ込んでいく、危ない、でこれをなんとか地域のあちらこちらで声を上げて止めていかなければ、そのために、まあ、社民党も新社会党も護憲というものを柱にして運動してきた政党です。そして、まあ、表現は違うかもしれないけれども、非武装中立あるいは非武装非同盟、これこそがの安全のもとだ、戦争させないということの基本だと、そんなふうに取り組んできた政党ですので、まあ、一緒にやっていきましょうと、皆さんの手元の資料の中にも今年5月3日に、両党で出した宣言が入っておりますから、参考にしていただきたいんですけれども、まあ、その立場で、今日は出席をさせていただいております。実はね、争うよりも愛しなさい、愛したい、これを聞いて私が一番最初に思い浮かべたのが、あ、これは憲法の前文、そして戦争放棄、そして具体的な政策としての非武装中立そのものじゃないかと思いました。きっと皆さんもそう思われたと思います。そしてもう一つ、闘争ということに関して、まあ、少し話がそれるかもしれませんけれど、私が40代になった時に、これ初めて選挙に出た時なんですが、すごく応援してくださった神戸の詩人の方がおられるんです。この方は戦前教師としてたくさんの子どもたちを実は戦場に送り込んだんです。で戦後もうそれを悔いて悔いて、どうすれば人間が大事にされるのか、どうすれば平和であるのかということで運動されてきた方なんですけど、その方からね、実は詩を通して
こんな言葉を紹介されたんです。で、私たちよく思わず拳を上げて戦うぞと言います。で、その戦うぞというのはどんな字を書いてるんだって言われたんです。漢字に転換していくとね、戦争の戦という字、戦う、戦争の争という字、これも争う、戦う、それから私たちがよく組合運動なんかも使ってた門構えの戦う、これをね、この漢字を見ると僕は本当に武器をそのまま感じてしまって鳥肌が立つんです。人の喉元に殺しに行く、突きつけてきたことを思い出すんです。だから僕は決してこの漢字は使わないんだ、だけどもね、とその後に続いたのが、だけど忘れてはいけない戦いというのがあるんですよ。それはね、人として差別を許さない、人として生きるということ、何が真理か、何が正義かということ、そこから目を背けないという戦いなんです。だから僕はその戦いということを皆さんと考えるときは、ひらがなで戦い、戦うと書いてずっとやってます、そう私は言われました。で、以来私は自分がお話しするときにはひらがなで今日までやってきました。で、もう一度そんなところを皆さんと私は共有できたら、若い人たちにもつながるものができるんじゃないかなと実は改めて思いました。で、もう一つ今日の山城さん、そして下地さん、明さんのお話も聞きながら、あ、やっぱり武力で立派な国や強い国になろうとしている国というのはどこまでも本当のことを知らせない、国民に考えさせないという国なんだなということです。で、私たちは歴史を学ぼうとかいろいろ言いますけど、本当に戦争が、第二次大戦が終わって憲法ができてほっとしたのもつかの間、これを生かすための法律や制度を国民がちゃんと参加して練り上げる間がない時点で、実はもう安保条約を飲み込んでいった魔物だと思います。安保条約を飲み込んで今日まで日米合同委員会中心に日本はこうやっていくんだよ、ああやっていくんだよということが知らされないままに、私たちは何にも蚊帳の外に置かれたまんまで、考えることもないままでここまで来てしまっている。で、それを私たちはもう一度思い出しておかないと、沖縄で今起きていることは70年以上かけて私たちやっぱり社会の中に染みついてしまっていると思います。だからだからこそ沖縄の今を私たちはできるだけ知ろうと、知ってほしいと思って頑張らないといけないと思いますし、日本のあちらこちらで嫌なことを押し付ける、自治体に嫌なことを押し付けるときには必ず札束を使っています。そしてそこに住んでいる人たちを分断しています。分断されたままではやっぱりね、一緒に本当にひらがなの戦いを作り出すことはできないので、民生と、民生にお金を使うということと戦争にお金を使うということは全く対立しているわけですから、そんなことも町のあちこちで拾い上げながらやっていきたいと思っているんです。はい、社民党新社会党はそういうことのために地域に走り回りたいと思った次第です。山城さんはね、思った以上に柔軟な人であるということを私も発見いたしました。ただもちろんその通りだなと思いつつですね、思いつつ安倍晋三に通ずるのかというね、あるいは岸田というのは、私は下半身が安倍晋三の岸田晋三だって言ってるけど、岸田に通ずるかっていうことも考えざるを
得ないところもありますけれども、しかし若い人たちを共に手を携えていくというのはすごく大事なことで、私もまあ、山城さんもそうでしょうけれども、まあ、非国民とかいうレッテルをね貼られているわけですよ。まあ明さんはまだかもしれないけどで、私はその時にね、じゃあ山城さん非県民、非県民って言われるか、お前たちは非県民って、私はね故郷、一応山形県酒田市って言ってます、故郷は好きだけども日本は嫌いだって公言してます。で、故郷は軍隊を持たないんですよね。だから非県民という形の打ち返し、お前たちじゃあ非県民なのかというふうな打ち返しも必要なんじゃないか。それでね、最近社会新報のコラボに書いてツイッターでも言って、中村哲さんを1万円札の顔にしろっていうこれがねかなり影響を呼んでるんですよね。で、中村哲さんっていうのはやっぱり武力でない平和を作り出した人なんで、その辺山城さんは中村哲さんっていうのはどういう感じで あれそこから来るんですか。いや、それは一万円札にしてもらえればねありがたいと思います。皆さん大きな拍手で実践してください。そんなふうに思います。ぜひですね、今やっぱりもうみんな同じ思いだと思うんですけど、ここだけ戦争が煽られるとですね、戦争ではない生き方、なぜ80年近く前にあんだけ悲劇を味わってですね、また今一度戦争しようとするのかわからない。やっぱりぜひ中村哲先生の志を、もう我々日本から出たわけですから、その思いをですね、私たちもどこかで共有しながら平和で生きながらたいなと、まあ、いうふうに思います。よろしいですか。まあ、分かった。また後で少し違う方向からの質問をしたいと思います。それでね、しぼじさん、お話聞いててね、ちょうどね、私もよく言う話なんで、ちょうど2000年に来栖博臣っていう日本の統合幕僚会議議長が、ね、自衛隊のトップです。これ金丸信中のあれで封印された、この人が2000年に出した日本国防軍を創設せよって本があるんです。これ小学館文庫で今あまりない、アマゾンかなんかで探さなきゃならないでしょうけど、この間私が国葬1年ということで毎日新聞の夕刊でぐるぐるした時にその記者が引用してくれました、ね、その中でね、自衛隊は国民の生命財産を守るためにあると誤解してる人が多いって、そのクルスが言ってるわけですよ、ね、これ何回言っても初めて聞くように聞く人が多いんだけども、国民の生命財産を守るのは警察の役目ではあっても武装集団たる自衛隊の任務ではないってはっきり書いてるの。これをね、国会に質問してほしいんだ、このあれをどう思うか。だって統合幕僚会議議長っていうね、自衛隊のトップ経験した人が活字でちゃんとそう言ってる、それをどう思うか。だからあなたが今ここであれしてくれたけども、彼らはそのじゃあ何を守るんだって言うとね、国とか言うんだよ、何もない、国民のいない国なんだな。だから私が言うのは、その自衛隊を増強して軍事予算あれしてもね、我々は守られないのよ全然。それをだって守る方がそう言ってるわけだから、それはあなたも市議会あたりで質問してほしいね。そんな感じもしますけれども、明さん他にちょっと言い残したことある。
どこから飛ぶか話は分かんない。志村さん、お祭りの人たちです。志村さん、志村さんだ。俺もハマってんな。はい、どうぞ。はい、実は議会では毎回入れてまして、その守らないよっていうのを入れてるんですね。空港を自衛隊が使ってしまうと、特殊表彰といってマークが、ジュネーブ条約で規定されているマークがあってですね、それは軍民分離しないといけないので、軍隊が使った時点でこれ掲示できないはずなんですけれども、これはできないんじゃないですかということを何回も議会で入れてるんですけれども、やっぱり市としてはちょっと逃げるというか、あまりはっきり答えないんですね。本当におっしゃる通りで、その自衛隊の皆さん守りますよという、島を守りますよというけれども、部隊としてできないはずなので、島の領土とか島の領土を守るんだろうなと思っていて、この島にいる人たちはこの仕組み上守れないので、どうするかというと、もう事前に避難をするしか守ることができないんじゃないかなと思います。ただこれを言うと結構その他の自治体の議員さんは異論があったりして、そもそもその事前避難というの自体が難しいんじゃないかというような議論もあるので、この辺は必ず事前避難強制的にさせられるかというと少し議論はあると思いますけれども、今のところはそういう、よくよく聞くとこれは自衛隊の皆さんが守るのは領土なんだろうなというふうに私も受け止めています。国民保護のに関してなんですけど、私も3文書の策定の過程を取材していまして、最終的に国民保護っていうの7本柱の中に入ってはいるんですけど、最初夏頃の7本柱には入っていませんでした。このどんどん強化していくために、これは国民保護にも役に立ちますよっていうことを強調するために、後付けで先ほど下地さんが木原大臣の発言も紹介してますけど、最近やたらとこの国民保護にも役に立つっていうのを強調するようになってきているなという感じがします。数年前までは、自衛隊関係者、防衛省関係者取材していても、国民保護は自治体とか総務省とかの所管だからと結構はっきり言ってたんですけど、最近はやはりそこをあえてごちゃ混ぜにすることで、国民のおよび県民の警戒心を解こうというふうにしているんではないかなというふうに感じます。でですね、先ほど公共インフラを港湾空港を国民保護にも使うっていう名目で、この防衛省のこのニーズを反映した形で防衛省が使いたいところを国交省内の予算をつけて、整備していくっていうことを取り組んでるんですけども、そもそもその公共インフラとして不十分な点、老朽化しているようなところがあるんであれば、防衛省のニーズを反映しなくとも手当てすべき話であって、そこに防衛省の事業に協力するか否かっていう条件が入ってくるのは、この財政の在り方としても問題があるんではないかなというのも一つあります。ですし、先ほどおっしゃったように、軍が米軍および自衛隊が使えるっていうふうに判断されますと、このジュネーブ条約によるこの保護の対象、攻撃してはいけない民用物っていう対象には当たらなくなってくるので、よりこう危険にさらしてしまうんではないかなというふうに思います。で、沖縄戦のことについても触れますと、こういった住民が住んでるところだっていう意識を持たずに、軍事面だけをどん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 突き進んでいった結果、この軍民混在の状態が生まれて、たくさんの住民の犠牲が出ることになったっていうのが沖縄戦だと思うので、そこのと同じように今この防衛省がやってることを見てても、住民がそこで暮らしてるんだっていうことがなかなか反映されていない
ような計画になっているっていうのはすごく懸念される点だなと思います。山城さんね、はい、いわゆる沖縄の保守層っていうか、まあ、オール沖縄その人たちはこの自衛隊、今ここで話しているその自衛隊が国民を守るか守らないかとか、その辺の話はどう認識してるんでしょうね。県民は等しくですね、やっぱりその沖縄戦を体験してきた人たちですから、軍隊が自分たちを守るとは土台を持ってないんですよね。それは米軍だろうか自衛隊だろうか思ってはいると思います。だから今の状況は非常に危機感を持って毎日新聞報道に接しているはずです。ただですね、もう20年近く辺野古反対で運動をしてまいりましたので、そこに今大きなエネルギーと大きな力が使われています。でそれをにわかにここにしようとしろと言ったらなかなか難しい。で現にそれが終わってるのはまだしも終わってないわけで、この後の最高裁を見るように、知事はそれによって大弾を作られているわけですから、ここを支えなきゃならないという気持ちは強いんだと、まあ、いうふうに思いますね。でそれはもう当然なことで、私もまだそのオール沖縄現地闘争部長という現地の責任者を仰せつかっておりますのでですね、それ当然そこやらんとならんわけです。ただやっぱり自分の認識としては、それは一つの大きな基地建設であるかもしれないけれど、全体とすれば島々の軍事化が戦場につながるんだ、そこにやっぱり私たちは大きく、焦点化して団結する必要があるというふうに思うわけです。そこでちょっとだけ5分ほど時間いただけますか。先ほどアジテーションするのに精一杯で、せっかく議論も用意してきたら全然触れなくてちょっとだけ皆さんとですね意識共有したいと思うんですが、 2,3 時間ください。レジュメのですね7ページの写真を見てくれますか。これが肝心な今日の、話の肝ですけど、これ嘉手納基地の写真ですね。これは隣にいる明記者が書いた記事かもしれませんが、米軍はこう言ってるんですよ。沖縄の基地は危なっかしくてこういておれない、だから嘉手納基地もこれ役立たずだとこう言ってるわけです。だから私たちはガムに行きますと言ってるんですよね。それでここの記事も読んで分かるように、嘉手納にいた F-15 戦闘機が54機全部ガムに移りました。そして、8000人ほどいるという海兵隊も4000人が移ります。こういうことです。沖縄が危ないというんですよ。でじゃあなんでその危ない沖縄に自衛隊がやってくるのかって話ですよね。そういうことでしょう。でこの議論を少しやりますが、その米軍は出ていく感じな気持ちなんですよ。でそれを穴埋めするように自衛隊が入ってくるわけですね。自衛隊が入ってくる。でしかもですよ、こういうことですね。中国が侵攻するかもしれない。もしですよ、中国が侵攻してきたとしても、国内問題、中国の国内問題ほっとけというふうであれば問題ないわけですよ。そうですよね。ところがアメリカはそうしないと言ってるんです。インド太平洋の安定のためには中国が来たらそこを打ち返すとこう言っちゃうんですね。だから中国がもし問題があるなら、沖縄嘉手納基地の戦闘機はここにいないけども、グアムあたりから、あるいはそのアラスカあたりから来るんですよ。そして台湾の方に行って戦闘ガチャガチャするわけですね。する。そうすると今の集団的自衛権によれば、アメリカが戦闘状態に入ったら自衛隊も出ていかざるを得ないわけです。つまりもう必然的に日本の自衛隊は米軍が戦闘状態に入ったら自分たちも参戦するという条項に入ってるわけですね。これが言うとこの集団的自衛権の行使であるわけです。ここが問題なんですよ皆さん。米軍はですよ、恐ろしくて沖縄にいないのに、資料の3ページに書きましたけど、その言うところのですね、そのわずか日本の沖縄の島々の40の島々からどんどんミサイルを撃って打ち返すと。なぜ打ち返すかというと、当然嘉手納の戦闘機が、あるいはミサイルの戦闘機が、あるいはその日本の中の自衛隊機が行くと戦争になります。そうすると当然反撃が来ます。で侵攻するかもしれない。ここが戦争の発端なんですね。行かなければいいのに行くから戦争になるわけです。まずここ一つで、行くから戦争になる。でそしたら迎え撃つかといったら、アメリカ迎え撃たないんですよ。なぜならここに書いてるのに、沖縄危ないと初めから言ってて逃げ出すわけですから。そうすると残るのは自衛隊だけなんですよ。40の島々からミサイルを撃ち込むのは米軍かもしれないけど、
米軍はオスプレイによって逃げ惑う、それが、残ったのは自衛隊がやるということです。自衛隊はですね、これからさっき言ったように沖縄の島々の全ての公共インフラを使おうというわけですから、40の島々に駐在するんですよ。そしてそこからミサイルを、高性能ミサイル、今問題になっているのは射程1000キロのミサイルも使ってですね、そこからミサイルを撃ち込むんです。でそうするともう島々は反撃の対象とは全てが、戦場に持ち込まれるという状況が今沖縄に置かれている、その、前線、アメリカが言っている、前線前方基地作戦なる、作戦のようですけど、私から言うとチャラチャラおかしくてですね、わずか高々ですよ、沖縄にいる海兵隊連隊は海兵隊3連隊2連隊ありますけど、それを1つにもら減らして沖縄の中に、海兵連隊じゃなくて海兵、なんだ1つ部隊を作り変えてですね、沿岸連隊2800名で削減するって言うんですよ。おいおい冗談じゃないよ、200万の中国軍とだな、2800名で戦うのかっていう話ですよね。それはですね、戦っている形を作りながら自衛隊を持ち込むという、まあ、システムですね。だから私は申し上げたいのは、我々がそう言うとですね、日本のその、ライトの人たちは中国が攻めてくるのまで何なんだとこう言いますが、中国が攻めてくるの逃げ出すのはアメリカだぞと、騙されないよなということを言いたいわけです。で死ぬのは日本の若者たち、日本の自衛隊だぞと、冗談じゃないと、そんな馬鹿げた戦争に入っちゃならないというのが私たちの主張ですね。まあ、ぜひそのあたりをですね、声を大にして言いたい。戦争に入ったら悲惨ですよ。200万の軍隊が何百万と持っているミサイルが撃ち込まれてくるわけで、たかだか米国からですね、前倒しで2024年からトマホークを買うようですけど、2000億で買うトマホークだってせいぜい200発ですよ。200発でどうしようもないですよね。そういう世界です。でなぜそういうふうな無茶苦茶なことが分かっているのにですよ、外務省も防衛省もそこに乗るのかっていう話です。騙されてはなりませんね。そのことをこれからも全国をあたりかけて歩いてですね、騙されないよと、沖縄だけが騙されてるようだけどそうじゃなくて、実は日本全体が騙されてるんだということを強調したいと思います。最後に、ごめんなさい、お叱り受けそうですけど、次の写真だけ、次のページの写真見てください。これよく見てる写真でしょうけど、沖縄は南西諸島というから、戦争は南西諸島と言われる地域で関係ないや、俺たちには関係ないや、台湾有事も南西諸島有事も東京にいる私たちは関係ないから、いいやほっとけっていう感じになるかもしれない、大体そういう気持ちかもしれません。だけどですね、この地図見たらよく分かるように九州本土全部なんですよね。九州の、航空自衛隊新田原基地には米海兵隊の有事展開拠点化基地になっている。それから、追撃基地は海兵隊の有事、展開拠点、同じく展開基地になっています。それから佐世保には、水陸機動団2000名がいます。つまり、自衛隊の方面隊というのはいくつかあるよう、5つあるようですけど、九州沖縄含めて西部方面隊と言われています。西部方面隊が主力戦であると間違いないわけですね。つまり沖縄だけじゃなくて九州全部が行きます。そこで言いますが、申し上げますが、この間宮古島でヘリコプターで視察していた 第8軍第8 師団の司令官が墜落しました。でかなりマスコミはそれを抑え込んで報道しないようにしてますけど、じゃあなんで熊本に司令部のある第8司令師団の司令部が、司令部の司令官がですね、宮古に行って航空、視察をして墜落するのかって話ですよ。沖縄にいる15旅団なら分かるけど、なぜ熊本が拠点である、司令部の司令官が来るか、そうということですよ。端的に申し上げます、九州全域がここの戦闘に予定されているところです、言いますが、こうなるとですよ、これじゃあ沖縄だけだから九州だけだからって進まないですよね。皆さん分かりますね。九州全土が戦場に入るということは日本中が戦争に入るということですよ。でアメリカは来ないんです。自分たちで戦え、これが地域参謀省に書いてあるじゃないですか、自分たちで戦うんだと書いてある、そういうことですね。アメリカって本当に小賢しい、バイデンくたばれって言ってくるんですよ。アホスラーって、ね、
お前のために日本があるんじゃねえよ、沖縄があるんじゃねえよ、あ、国際と思います。ぜひ次の大統領選挙で公言しますが、トランプさん頑張ってバイデン落とせ、もう言いたくなります。まあ、そんな思いがしながらですね、そう、国際情勢見ておりますけど、ちょっと脱線しましたので、あの話を引き取りたいと終わります、終わります、ありがとうございました。ちょっと議事録から削除したいことがありましたけど、まあね、やっぱり山城さんの本領発揮で、なんか愛したいっていうのはどこ行っちゃったかなっていう気がしましたけども、この間ですね、鳩山由紀夫と対談したんですよ。で、その前は菅直人、まあ、結構前から知ってて、首相時代にアメリカが直接いろいろ言ってくるのかって聞いたんで、2人にね。そしたらアメリカが直接言ってくるんじゃなくて、外務省がアメリカなんだっていう。この外務省はもうしつこくする。鳩山の場合はあれ、文書隠したりしたんですよね、見せない。つまり日本の中にアメリカが、政府の中にアメリカがあるわけですよね。そういう状況をやっぱりひっくり返さないとどうしようもないというふうな話だと思いますけども、若手だけどもう少し話ある。どうぞ。あ、下地さんもあれだけど、その次ね、若手でいけますから。そうですね。中国軍のこの人数と、まあ、この沖縄に駐留している海兵隊の人数でどう戦うのかっていうところで、の話で、まあ、広瀬さんのこのおっしゃってたことと若干違うかもしれないんですけど、私が取材している防衛省の関係者が、研究で言っているのは、もう半年から1年、この地域にいる米軍と自衛隊だけでは勝てないんだけれども、半年から1年こう持久戦で引き伸ばすことによって全世界から米軍が駆けつけて勝てると言ってるんですね。まあ、そもそもその駆けつけてくるのかどうかっていう疑問ももちろんあるでしょうし、その半年から1年っていう計画も我々からするとこう どうなってるんだっていうか、そのこの地域でこう膠着戦をですね、そんなに引き伸ばされたらもうそもそも暮らしなんかあったもんじゃないっていう話なので、そうですね、そういった誰が言ったこれこれ新聞にも載せてるんですけど、それ重要な証言だね。レポートにまとめてるんです。あわわわるね、やめそうだ、聞いてないからね。はい、どうぞ。いい、今の。では、下地さん。はい、今のお話に関連して、私の報告の中にも書いたんですけど、CSIS の報告書の中でですね、台湾有事シミュレーションをしていて、私、頑張って翻訳に投げ込んで全部じゃないですけど読んだんですけども、その中で重要だなと思うのがもう一つあってですね、日本は今の仕組みの中だと集団的自衛権はアメリカが参戦してないと参加できないんですね。それがこの CSIS 報告書の中では日本が最初から参戦するシミュレーションも実はされていて、その内容を見るとですね、例えば、まあ、緊急事態条項を日本が発動できるような形にすると先制攻撃日本側からできるので、それで最初からその日本が参戦できるというようなところもシミュレーションしていて、もちろんその方がアメリカにとっては良い結果が得られるということも書いています。そこを見ていくと、さっきも書いたシェルターを作るというのがまずインフラ の課題の一つで、それから空港の滑走路をアクセスさせるというのが2つ目で、これ今年に入ってものすごい勢いでシェルターもやっているし、
それからその空港 の、 その使わせろというのもやっているので、この CSIS って別に提言はしてないんですけれども、これはあの間接的に日本にやれと言っているのかなとも受け止められるんですね。そう思うとこの緊急事態条項もうあのかなり怖いなと思っていて、今あの解散総選挙するかしないかですけれども、やっぱりこの改憲というところに持っていくというのがされてはいけないなというのは改めて強く思うのとですね、なかなか自分があのいろんなところで報告してもそこまで話をこうねじ込んで言えないので、あの ぜひですね、あの私は地元の話が主になってしまうんですけれども、あのぜひ緊急事態条項改憲というところは止めていかないといけないというところをまた共有したいと思います。小崎さんね、こちらの司会過程どんどん進めていくんですけど、まあ皆さん何かヒントになればと思う、あの戦争とあの今言った改憲、やっぱり統一教会の問題って大きいですよね。でそのあのこの間 の、 あの埼玉の県会議員、県会条例提案、そうそうそう、あれでも私はあれやっぱり統一教会の考え方で、統一教会と自民党っていうけども、あれ外にあるじゃない、統一教自民党の中に統一教会、統一教会の中に自民党があるんですよね、外じゃないっていうふうな、その統一教会の問題って戦争と絡めてちょっとなんかあの実はですね、私はあの、まあ、この間そのデンマークのある女性といろいろお話をする機会があって、まあ、デンマークってあの基本的には小さな国 で、はい、でまあ、あの軍隊は多分デンマークは持っているけれども、積極的に出ていく国ではなくて、であの今現在幸福度はもうあの世界のいつもあの上位5位以内に入ってくるような国でしょ。で私は彼女に、まあ、その知り合いに、なんでデンマークはあのここまで民主主義が進んで、ジェンダーがうまくあのジェンダー平等になってるのかと、あの、まあ、しつこく聞いてたんです。でそうすると、だってばたかだかね150年、あ日本とほぼ同じように王政があの肩や倒れて、デンマークはねあの第二次大戦まで関わった戦争ことごとく負けてるんです。それで、領土が半分になってるんです。で第二次大戦はあのもうだから嫌で嫌で仕方がないので中立を表明して不可侵条約まで結んだのにナチスに占領されて5年間、だけどあのレジスタンスはあったけど国としては抵抗しなかったんです。でそのために、まあ、あの国土は消失したり戦争で国民は死ななかった。だから戦争が終わった後、もう今から必死に頑張れと言ってあの動いた結果、女の人も働くしかない、働くんだったらこうじゃないとやっていけないというので、いろんな制度ができた。でね、日本の150年ってね明治維新なんですよ。で明治維新から第二次大戦までの間に何が起きたかというと、日清日露第一次大戦みんな勝った、でもっと大きくなりたい、あの大陸に進出したいと言って富国強兵やった。でこれを国民にあのうんと言わせていくために取った方法が実は家制度戸籍です。それまでは例えば私ひろみですけど、ひろみというのしかなかった、誰にも。だけど上その宇治が初めて明治の時代にできた。でその宇治にあので行くと古紙をあの先頭にしてですね、筆頭にしてみんなお父さんに従う、男兄弟に従う。でその家が底辺で一番てっぺんが天皇やったわけです。で本当は第二次大戦が終わって今の憲法ができた時にそういうのはなくなっていないといけなかったのに、なくならずにまああの途中までは
なんか命を落とせとは言わないけれども、今度は会社のための企業戦士が出来上がっていく。それを支えたのは家です。家庭なんです。で、70年代に実は自民党は日本の美しい家庭というものを中心にした自助、共助、公助、この順番で世の中やっていくんだと。で、これがもっと前進、大きく進むのが、まあ、今のグローバル資本主義というか新自由主義の政策になった時に、なんというでしょう、もっとはっきりと国が小さな政府で行きたいと。小さな政府がやることは官僚の中枢と軍隊だけでいい、あとは民間でいいんだと。で、後のことはみんな自己責任だという仕組みで実はある。で、その思想を支えてきたのが統一教会です。本当にそこを私たちはまあなんか統一教会って物を売って儲け取ったというだけじゃなくて、自民党の極めて保守的な層と結びついた思想、それが国だけじゃなくて自治体の隅々にまで関わり持って作ってきたということは、まあいろんなことをやってきた私としてはとても許せない。統一教会はまあ、ただね、問題はそれがスーッと通っていくような、やっぱり女の人は家を守ろうよねとか、そういう空気が実は世の中全体にあることなので、これをどうやってひっくり返していったらいいかというのは課題ですけど、まあ、統一教会の問題は一つのもう一度考える材料を見えるように提供してくれたと思っております。はい、はい、山下さんね、はい、非国民とかっていうほら非難が来るでしょ、はい、その統一教会信者かその審判だよね、言ってくれる中核は多分ね、はい、で統一教会って沖縄ではどうなの？全国の事例にもらえずやっぱりいると思いますよ。この間も那覇で見かけた若者たちがなんかカンパ活動みたいなやつですよね。多分そういうふうに何気なく楽しくやってるんだよっていうふうな話をしながら、そういう雰囲気を作りながらですね、実は統一教会の、まあ、そういう、うん、まあね、新しい宗教とか新しい出会いを求めると訴えるみたいな、そんな話です、ね、だからやっぱり解散して当然ですよ。皆さん解散させましょうと思いますが、他に何か喋りたい、はい、あります。最後に訴えております。佐高さんがですね、愛するより愛しなさいと言いながら、なんじゃ今のお話だと思っていますけど、皆さん最後9ページの図をもう一度ご覧ください。すいません、せっかく持ってきたんで説明しないとですね、はい、このチラシ意味わかりますかというふうに言って、作った若者たちに目が失礼なので説明をしないと私帰らないのがありますが、真ん中 の魚がいますね。これ沖縄でいうミーバイという魚なんですけど、この魚はただミーバイがいるわけじゃなくてですね、これは実はここに見えないような小魚がいっぱいいるんです。で、これはスイーミーという子供の向けの絵本があるみたいですね。小さな魚が集まって巨大なマグロに対抗するスイーミーっていうなんだ絵本から取った題材なんですが、沖縄の、対抗するためにはミーバイという魚があってですね、これと引っ掛けてスイーミーバイというふうに言っておりますけど、今度の大会ではですね、長さ10メートル幅5メートルの、この巨大な小魚が集まった、スイーミーバイを作ろう運動をします。で、小さな小魚を集まった皆さんに作ってもらいます。それを貼り付けて、その巨大な日米の巨大マグロに対抗する沖縄の大きなミーバイを作ろうという、催しですね。そういうやつを限りなく5枚10枚作って、それを貼り出して、負けないというメッセージを送ろうということです。ここの小魚たちは今お集まりの皆さんお一人お一人でございます。ぜひ小魚になってですね、手をつないで沖縄のスイミーバイになってですね、巨大マグロに立ち向かおうじゃないですか。そういう運動を11月の23日に行います。ぜひご協力ください。
よろしくお願いします。山城さん、今の説明は若い人にあの聞いたのね。山城さんの発案じゃないよ、これ。あ、違います。これ実はね、この絵の、魚の口の向こう側に、私の小さい写真が載ってますけど、あ、そうだ、はい、で この両方の女性がいますが、この右側の女性の提案ですね、これ睡眠梅というのは。その彼女が、ミーバイを作る、これもぶったげましたね。こういう提案いいのかなと思いながら、まあいいやと思って了解しました。まあ、ぜひあの大根山陸上競技場に巨大なこの魚の絵がいっぱい作られるはずです。ぜひこれを官邸に届けたいと、まあ、いうふうに思いますが、はい、以上です。松下隆一さんってね、あの豆腐屋の式書いて最後いろいろ運動やった人、前も話したかと思いますけど、松下さんがあの火力発電所建設阻止裁判っていうのをやってね、で判決出る日に大体なんかこうやってこう垂れ幕みたいなのやるじゃないですか。でそれを松下さんが任されて、あのアハハ負けた負けたって書いてあるんですね。それがね、あの真面目な人たちから痛く反発を受けたり、でも私はそれすごくいいと思ったのね。あの山城さんもだいぶあのマッサージ受けたみたいですけども、あはは負けた負けたって言うとね、笑ってるわけでしょ。それ、ね、殴った方からしてみれば笑われる方が不気味ですよね。そこで泣いちゃったりしてたら、あ、聞いたなと思うわけでしょ。だから松下隆一のあはは負けた負けたっていうのはすごいなと私は思ったんですけども、まあ大体あのあと5分とかって言って、一応まとめに入らなかったんですまとめはまあ大体いいんですけどもね、鳩山由紀夫が何でしたっけ、あれ最低でも県外とか言ったんですね。でその時にでな、あの横文字でトラストミーとか言ったでしょ。ね、でこれあのあとね、なんか沖縄あの新宿でこういうような集会あったんですよ。で、まあ、鳩山が来たわけじゃなくて、亡くなった朝日の早野徹とか、それから前の法政大学の総長の田中裕子、まだ喋ってるから必ず、でまだ低いで年取ってきたからみんな声高いのね、耳がダメだから。私もそう。耳がいいんで。でね、その時に田中裕子の話すごかったんだけども、男がトラストミーって言った時に信じちゃいけないんだって言って一瞬みんな絶句してね、女性がまた田中さん一人だったから。なんだけどもやっぱりあのトラストミーはどっかで必要だけども、トラストしないっていうのも必要なんですよね。だからその選別がこれから大事だということですね、山城さん。これでね、残った3分ぐらいありますか。そうです、3分ぐらい。もっと戦いの歌でないのある、うん、戦いの歌でない歌、戦いのない出ない歌、一応3分で最後ここで締めましょう。歌で締めますから。どうも。演歌始めた。急に振られたから大丈夫です。では何を食べる。はい、バイパス、はい、すみません、ちょっとおかわりだ。そうそう、若者を発言の方が話しやすいんで、うん、しむしゃろおばあか、むしゃろおばあか、山下さん知らないよ。
みんな知ってるでしょ。じゃあ最後に続けましょうか。じゃあ、ウィーシャルオーバーカムを歌いましょうか。立つ。シャローバカムを歌って、まとめるっていうことでありますか。We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart.文化の違いっていうので言うと、私も若者と若い人たちとの関係で言うとですね、デモっていうと、いや、マーチだわかります。デモは G 行動なのでちょっと怖い、マーチは一緒に歩くですね。それって結構いいかなと思って、まあ、いろんなものを取り入れながら新しい運動を起こしていくって本当に大事だなと今日聞きながらつくづく思いました。ここからはですね、メッセージをいろいろいただいているんです。ですね、まず辺野古の大執行は今大変なことになっているので、玉城デニー知事もおいでになれないということで、後でメッセージの代読をしていただきます。で、他にも沖縄選出の議員さんたくさんいらっしゃるんですが、この方たちも今ちょっと離れられないということで、メッセージ、これはお手元にですね、メッセージ文がありますので、そちらで皆さんのお手元でお確かめください。お名前が、ですね、メッセージいただいた議員さんですが、伊波洋一、沖縄の風の伊波洋一さん、それから日本共産党の赤嶺政権さん、社会民主党の新垣邦夫さん、この3方からはメッセージがいただきまして、お手元の資料の中に入っておりますので、お読みいただければありがたいと思います。ありがとうございました。で、さて、それからですね、次に今日おいでいただいている、高良哲美さんですね、はい、おいでいただいてますので、ご挨拶代表していただきたいと思います。議員さんです、よろしくお願いします。紹介いただきました沖縄の風の高良哲美でございます。伊波洋一さんと一緒に組んでいるのが沖縄の風です。そして今、3方ですね、紹介がありましたけれども、沖縄県選出の野党ですね、国から言うと野党ですね、のウリズムの会というのが今4名でございます。で、あと3日ぐらいしたら、やら友彪さん衆議院のですね、比例で復活していきますので、ウリズムの会は5人ということになると思います。今日ですね、私は、伊波さん の、 メッセージを読みましたけれども、先ほど言われたように、日本が巻き込まれますよということを伊波さん強調しております。これすごく大事なことだと思います。で、ここにありますようにですね、沖縄再び占領しないというのが沖縄復帰50年、ね、昨年沖縄復帰50年なんですよ。なんでこの時に安保文書が出てきたんですかと、3文書が大変な年になったんです。で、さらに今回ですね、玉城デニー知事が、不承認の問題ですね、最高裁判決をと言いますけれども、最高裁が判決したのは、判決を出したのはですね、国土交通大臣が言っていることが正しいんだということを言っただけなんですよ。で、なぜ最高裁判決をこう
承認もしない、不承認もしないという間でしたけれども、それは最高裁判決を尊重しないといけないかなと散々悩んだから、そうなんですよ、何日もかかったんですよ。あれ最初から不承認だったらそのまま不承認ですよ。尊重したからこそ、判決を、最高裁の判決を尊重したからこそ、これを迷ったということなんです。そしてその判決に対してですね、法律はどう書いてるかということです。地方自治法に書いてるのはですね、知事はなお判決が出ても執行しない知事がいたら、その担当大臣、国土交通大臣ですね、は代わりにできるかということなんです。できません。だから裁判を起こしたんです今回。ということは、玉城知事のように地方自治から考えたら、最高裁の判決であってもやらない知事がいることを想定してるんです。法律がどこが違法ですか。違法なことはないんですよ。手続きが書かれてるわけですが、法律に。それをまず知っていただきたいということです。そして裁量権の乱用もないんです。玉城知事は自分の心情でこれを拒否したんだなとか、不許可にしてるんだなということではないんです。いろいろ調べて、まさにその材料の中で、これはおかしいので承認できませんと言ったんであって、裁量権を逸脱してるわけじゃないんですよ。裁量権逸脱してるのは国じゃないですか。まさにそういうことなんです。そして私が言いたいのはですね、最高裁判所であろうと裁判所も間違えますよということです。まずそれをご覧いただいて、なぜなら憲法にですね、国民の意思を尊重しない最高裁の裁判官がいたら審査してくださいというのが憲法79条ですよ。罰つけてくださいということです。沖縄は半分以上罰つけようと思ってます今回。僕言ったらいかんだあれは過半数の、全国のですね、投票した方の過半数が罰をつけたらですね、最高裁の裁判官、その名前が挙がった方は辞めなきゃならないんですよ。思い言わさず、すごい力じゃないですか。国民主権、主権在民ですよ。ところが今政府はどうしてるかというと、主権在米ですよね。まあ、アメリカでやることをやってるおかしなもんです。私は復帰の時に高校卒業したばっかりでしたけども、18歳になって初めて基本的人権を尊重されましたと言いますか、今基本的人権の蹂躙でしょうね。沖縄県民に対しても日本の国民に対してもなかなかその通りやってないということで、今日実は沖縄そばの日なんです。10月17日沖縄そばがなくなるところだったんですよ。認めないと当時の厚生省がですね、そばと呼んじゃいけない、そば粉が入ってないとダメだと30% ですね。沖縄そばは小麦で小麦粉ですよ。そことも同じようなことをまたね、何でもかんでも押し付けようと日本のルールって。しかし大事なことは憲法です。憲法のために沖縄はそうしないために復旧したんですよ。だから憲法のもとへと言ったんです。それをぜひ覚えながらですね、私たちも一緒に皆さんとこの憲法を守るためにで、戦争は防止絶対で、頑張っていこうということで、なんかメッセージを読むものでなくなりましたけれども、確認をしながらですね、頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。次は最高裁の裁判官の審査ですね。はい、次の問題、行動提起もされましたので頑張りましょうということで、実は今日はですね、福島みずほさん、参議院議員の福島みずほさんも会場にはおいでになっておられます。ちょっと一言ですよ福島さん。
どうも皆さんこんばんは。沖縄を再び戦場にしないっていう本当にその通りで、沖縄のピリピリヒリヒリものすごい危機感、それは本当に分かります。でも本土というか私たちのところも戦場になる、同じように戦場になる。ちょっと時間のタイムラグはあるかもしれないけれど、まさに、敵基地攻撃能力保有で私たちは日本全国がまさに戦場になるということを、とにかく止めたいというふうに思っています。で、来年度の予算案の概算要求で防衛予算は7兆7330億ぐらいですね。そして弾薬を買うお金が9300億なんですよね。子どもの給食の無償化するのに必要なお金が4400億円ですから、弾薬買うお金の半分以下で子どもの給食の無償化ができるというのはとんでもないというふうに思っています。憲法改悪をさせない、衆議院選挙がいつあるか分かりませんが、野党第一党が維新になり、国民民主も一緒に自民公明と組むようになれば、もう本当に恐ろしいというふうに思っています。私たちが本当に新しい戦前を作らせないために、本当にたくさんの人たちと、あと睡眠というかもうちょっとでかい魚になりたいですが、みんなで大きな魚になって新しい戦前にさせないということ、そして未来を作ることに一緒にかけていきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございます。GDP2% 軍事費ではなくて GDP2% はケアに回してほしいということも今の話本当にそう思いました。ということで、ですね、あと玉城知事からのメッセージというのがもう実は来ておりまして、前田さんいらっしゃいますか。はい、前田健さんにそれで代読していただいて、こちらでお願いします。前田明さんは報道テーブルの発起人ですね。発起人の一人の前田です。玉城知事のメッセージを代読せよと仰せつかりました。皆さんのお手元に、知事のメッセージ、片面が荒垣邦雄さんのメッセージ、片面が玉城デイ知事のメッセージです。で、私、札幌出身の大和運輸ですので、このメッセージ読むのにちょっとハードルが高いんですよね。一行目いきなり内なるってしかも一番最後の内なぐちということになっております。で、先ほど高田哲美議員にご指導をいただきまして、ちょっと練習をしましたので、私がちゃんと読めなかったら、高田先生の席にしておきますので、よろしくお願いいたします。沖縄を再び戦場にするのは、沖縄南西諸島からの日体知事メッセージ。廃材育成用中ラナビア、皆さんこんにちは。沖縄県知事の玉城デニーです。共同テーブルの皆様をはじめ、関係各位および本日ご参加されている皆様、日々のご活動に対し心から敬意を表します。さて、日本政府が外交安全保障政策の根幹とする安保関連3文書を昨年12月に閣議決定したことについては、これまでの日本における専守防衛を大きく変えており、国会における徹底した議論を踏まえず、県民に大きな不安を生じさせています。沖縄では台湾海峡や南西諸島での有事を想定した大規模な日米合同訓練が民間空港港湾等を使用して実施され、先島諸島などでは住民用の避難シェルター整備に向けた調査も検討されており、米軍基地が集中していることに加え、自衛隊の急激な配備拡張により沖縄が攻撃目標になることは決してあってはならないと考えています。一方、国外の情勢に目を向けますと、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエル・パレスチナの問題など、住民が犠牲になる深刻な状況は沖縄県民が身をもって体験した沖縄戦の記憶と重なるものがあり、心が痛みます。ぬちどたから命を大切にするマブイを未来の世代へつなげ、世界中から戦争の恐怖を一日も早く取り除くことができるように、対話と共存を深め、平和と安定を図るためには、平和的な外交、対話による緊張緩和と信頼関係の構築が不可欠であると考えています。今こそ世界中の人々がそれぞれの立場や互いの違いを認め合い、協力し信頼し合うことで、
心穏やかで誠に、豊かな生活を送ることができるよう、あらゆる場面でつながっていくことが大切だと思います。結びに本日の集会とシンポジウムのご盛会をご期待申し上げ、共同定住の皆様をはじめ本日ご参加されている皆様のご健勝とご活躍を記念しご挨拶といたします。マジンチバティ、イチャビラナヤ、ヤーサイ、共に頑張っていきましょう。令和5年10月17日、沖縄県知事、玉城デビュー。以上、ありがとうございます。ありがとうございました。ですね、ありがとうございました。はい、実はまあ、その後、じゃあ私たちはどうするのかということが問われてきてしまうわけですが、私たちは何をするのかをめぐって、3つの報告をお願いしたいと思います。まず最初に、横浜ノースドック問題に取り組んでおられた、星野清さん、おいでになったら、よろしくお願いします。お答え願います。はい。今ただいま紹介をいただきました星野清といいます。在日米軍のこう動きをこう監視しているリムピースというホームページでいろいろと情報を発信していますが、その、団体のこう編集をやっております星野といいます。で今日は今お話をいただきました横浜ノースドックのお話をしたいと思いますが、いやそもそも横浜ノースドックって何なのということ結構いらっしゃるかもしれませんが、皆様にこの資料としてこういうものが入っていると思います。この見開きになっているやつですね。これ実は今横浜ノースドックをめぐって署名を集める活動を神奈川県内で全県的に取り組んでまして、それのパンフレットなんですけれども、これの一番正面のところになんか矢印がありますが、実は横浜港のど真ん中ってアメリカ軍の基地なんですね。一番こういい埠頭をアメリカ軍がずっと戦後使っているわけですが、そんな知らないよという方もいらっしゃるかもしれませんが、ここにいらっしゃる方でしたら、かつて戦車闘争というのが1972年に飛鳥田横浜市長がこのノースドックの入り口になる村雨橋というところにこう座り込みをして始まりましたが、実はその基地なんですが、じゃあ戦車闘争、これはベトナムに戦車を送ることを止める闘争だったわけですが、その後一体どうなっていたのかというと、これめくっていただくと、実はこの米軍基地あんまり報道されませんが、実はすごく活発に使われている米軍基地でして、これ写真全部これ横浜のストックに関わる写真で、いや空軍基地なのかというか、別に空軍基地じゃないんですけれども、ヘリコプターは訓練するわ、オスプレイはやってくるわ、で実は海兵隊もやってくるし、陸軍も実はこう様々な拠点として使っているところです。まあ、詳しくはそのリムピースのホームページを見ていただければいいかと思いますが、で今問題になっているのは、実はこの右側のここですね、新たな揚陸艇の部隊の配備ってどういうことというところですが、実は今年1月11日に日米2プラス2という会議がありまして、その場で実は一つには横浜ノースドックに揚陸艇部隊を配備する、もう一つは沖縄の海兵隊 の連隊を MLR 海兵沿岸連隊にするという2つが大きなテーマとしてこう決められたわけですが、これ実はすごく絡んでいる話でして、横浜ノースドック実はもともと揚陸艇というのが配備図というのが配置されてました。これは21世紀に入ってからアメリカ軍が勝手に持ってきたものですけれども、APS というもともと戦争次第の事前配備拠点として横浜ノースドックにアメリカ軍は実は上陸作戦のさまざまな資材、上陸予習艇であるとかそういったものを置きました。ただ置いた時に横浜市はさすがにこれ実は全面返還が一応市税ではあるので、これ基地機能強化になってはいけないんじゃないかというようなことを尋ねていくわけですが、外務省米軍はいやこれ置くだけだから燃料を抜いて置くだけですよということだったわけですが、結果的に実はもう普段から実は使ってました。大体常時2隻ぐらいを沖縄に派遣して、それを東南アジア、東アジア、横浜を結んで、実は小型輸送船として軍事作戦に使ってきたわけですが、今回大々的に揚陸艇部隊とする、これはどういうことかというと、この一番この右側で戦争の拠点どういうこととありますが、アメリカ海兵隊EABO という機動展開前進基地作戦という、そういう作戦、沖縄 の琉球湖に部隊を小分けにした部隊を置くという、その作戦をこうが今こう計画されていますが、そのためにこの実はそれを送りつける
なんていうの、輸送手段がないんですね。その輸送手段としてこの、 横浜ノースドックの揚陸艇を部隊を配備して常時使おうということで、実際今奄美大島であるとかオーストラリアであるとかあるいはフィリピンでこの横浜の揚陸艇を使って上陸作戦の訓練してます。アメリカの MLR の部隊を実際使って訓練してます。さらに実はこう陸上自衛隊をこう乗せて運ぶ、陸上自衛隊の装甲車を乗せて運ぶ訓練もしています。で、私たちとしてってかな、横浜あるいはこう神奈川としては実は沖縄先島諸島琉球港を戦場にしてはいけない、あるいはそもそもその出撃拠点として使う横浜も攻撃される拠点にしてはいけないということで、さまざまな取り組みこれからやっていきたいと思います。やっていっています。で、ちょっと時間がなくなってしまってもっともっと喋りたいことはあるのですが、これまずはとりあえずそういう計画がある、そんなことが今進んでいるということをぜひ皆さん知ってください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。次はですね、一坪帆船事務司会関東ブロックの、平愛佳さん、よろしくお願いします。女の人だと思ったでしょう。思ってない。はい、僕が平愛佳です。一坪帆船事務司会関東ブロックがちょうどスタートして40年になる活動をしてます。いろんなことを話したいんですけど忘れそうなので最初に集会の案内をいたします。お配りの中に入ってないのかもしれないですね。後ろの方にたくさんチラシがあるのでぜひお持ち帰りください。東アジアに平和を、琉球湖の島々を戦場にするな新宿アクションが今度の土曜日10月21日の2時からアピール行動と、デモがあります。発言は先ほどの愛相応のチラシにちゃんと、振込口座に名前が出てくるズケラン長瓶さん、それから電話メッセージがなんと下地あかねさんですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、そうですね、ここにいらしてる皆さんはそうだよねって思ってるので特に説明はしません。チラシを持ってってください。でですね、実は今日残された時間ちょっといただいて話したいことがいくつかあったんですけど、先ほど岡崎さんの話を聞いて戦いっていう言葉をひらがなで書くって聞いた時に、あ、そこにも私たちのできることがあるってことに気づかされました。言葉って本当に慎重に選ばないと権力者に絡み取られるんですね。で、社会で多数者が当たり前だと思ってる理解で使われてしまうことがとても多い。実はこの関東ブロックで割とそういうことが話題になります。この言葉ってみんな平気で使ってるけど使っていいんだろうか。最近すごく問題になったのはゴーヤ、ゴーヤって沖縄で言わないよね、ゴーヤーって伸ばすよね、なんで大和の人は縮めてそれを内縄口だと思って使ってるのか、これも絡み取られたらダメだよねみたいな。そしたら八重山の人が、いや八重山ではゴーヤって言うよみたいな、はい、なので12月16日はゴーヤとゴーヤはどう違うっていう集会があります。オンラインサイトで探していただければと思います。今日皆さんとちょっとやっぱり考えてほしいなと思ったのは国民って言葉の使い方、僕はなるべく避けてますっていうのは、国民じゃない人もこの国にいっぱい住んでるんです。国民保護にも役に立っていた時に国民じゃない人は保護しませんって言ってるように聞こえてしょうがない。無意識に国民って使われた時にはちょっと待ってっていつも思います。もっと言うなら沖縄は国民だから守られるの、そんな国民だったら嫌だって僕は思います。国民であろうとなかろうと人の命が守られるっていう政府じゃないといけない。国民っていう言葉を使う時にはものすごく慎重にならないといけないし不用には使えないなと思ってます。沖縄は大変ですねって言われることが時々あります。僕はその言葉を聞くと愕然とします。その沖縄は大変ですねって言葉を言われたくない3つの理由をかいつまんでお話しします。一つ目はどれぐらい大変か分かって打てるの、本当に分かったら沖縄は大変ですねって言えないよ、絶句するんだよ。
あと1分だそうです。2番目沖縄大変ですねって言われた時に感じるのは誰のせいだと思ってるのって怒りです。これはヤマトで活動している人たちに言うのは心が痛いと思いながらヤマトの人が沖縄は大変ですねって言った時に憤りが出てくるんです。誰のせいだと思ってるの。 でも本当に優しい人がねそれを言われると何もできなくなる。でもやらないといけないってやってくれる姿は励ましをもらいます。痛みを感じつつ戦ってる、あ、冷やかな戦ってる人たちがここにいるっていうのは一緒に戦えるなと思います。3つ目沖縄大変ですね。日本も大変なんだけど気づいてる。沖縄の問題じゃないよって。この前のね最高裁で沖縄が訴えてることが全部潰されていく。そして大執行が行われようとしてる。沖縄という自治体が命がけで決定していることを平気で潰す国がここにあるんです。これは全ての自治体が危機です。そういったことに気づきながら、でもここだけこんなにたくさんその危機に気づいてくださってる方がいるっていうのは嬉しいなって思うんです。頑張りましょう。九州練馬駐屯地関係の土地規制法問題に取り組む大塚愛子さん、よろしくお願いします。十条駐屯地問題を考える会の大塚といいます。この皆さんの土地規制法、重要土地規制法ってご存知でしょうかね。あんまり知ってる方いらっしゃらないような気がするんですけど、この法律は2年前に、2年前にですね、隣の国、つまり中国とか韓国とかが基地の近くの安全保障上の重要なところを買い占めてるんじゃないか、そういうふうなことを自民党の右派議員高市早苗さんなんかが言い出してものすごい熱意で、本当はその立法事実を調べたらなかったみたいなんですけども、にもかかわらず通ってしまったというそういう法律です。それで基地周辺の1キロ以内はプライバシーを監視、徹底的に監視させるというそういう法律です。で沖縄ではもうこれはすで、に、通ったと、中止地帯ができたというふうに聞いてますけども、今回3回目、9月に全国180カ所、東京では4カ所なんですね。皆さんがよく行ってらっしゃると思うんですけども、市ヶ谷の駐屯地ですね、あそこが入って、それからあと府中基地、それから私が住んでいる北区の十条駐屯地、それから練馬です、練馬基地が、その4カ所が東京では入りました。それで、そんなことで、だけどその1キロ以内の中には練馬のところの練馬基地でも、あるいは十条基地でも一部分は板橋が入ってたもんですから、練馬はもうずっと前からいろんな運動なさってて、私たちの方に一緒に相談会をしましょうということがあったので、3区で、相談会を持ちました。そんなことで、お互いに相談して同じことをやることにしたんですけど、まず申し入れをしまして、そうしたところが返ってきた答えっていうのは、その申し入れっていうのはその1キロ圏内っていうのは大体15分なんですね、徒歩で。その圏内っていうの一番端っこの方がどこが入るか分かんないから、どこまで の住所を全部明らかにしてほしいとか、あるいは説明会をしないでほしい、そういうふうな要求をしたんですけども、全部ことごとく断られてしまったので、それなら私たちでちゃんと勉強会をしましょうということで、3区揃って、住民説明会の代わりに私たちが集会をし、それぞれこう集会をして、それからフィールドワークというのもしましょうということで、要するに15分ぐらいか、徒歩で15分、だから実際に自分で15分歩いてみて、ここのすごく広いんですよね、それが15分っていうのは。
そういうふうなことで、フィールドワークをしましょう。それから黒塗りになってもいいから黒塗りらしいんですけども情報公開もしましょうということで3区で、そのことをしました。それで私たち北区は今日もいらしてるんですけど新社会党の区議さんにですね車を出して運転をしていただいてこれで住民説明会を要求したけど今こういうことが起こってるだから集会するのでどうぞ皆さん来てくださいって言いながらぐるぐると回ったりをしました。それから北区の申し入れの時には超党派の区議で令和の区議、立憲区議、共産区議、新社会の区議が皆さん紹介議員になってくださいました。そんなことであるんですけどこの法案があると警察とか自衛隊の情報保全隊とかがその事務所に来て結構いる1キロ以内にその立憲の区議さんとか共産党の区議さんの事務所あるわけですよね。そこにうろうろなんかしたら本当にまあなんて言うんでしょう市民運動潰しの法案でもあると思ってます。私たちがこの24日にですね集会するんですけどもしこの中に北区とか板橋の方いらしたらチラシをお渡ししたいと思いますのであちらにいますのでどうぞ来てください。みんなでこの法案も粘り強くやっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。問題から始まって身近にできることってこんなにあるんだなって本当に改めて思いました。ということで、あと次はですね時間的に言ったらまとめですね。はい、ということで次は最後に、まとめをお願いしたいと思いますが、山口大学名誉教授で共同テーブルの高潔淳さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。待ってる時間がもったいないのでもう喋り始めます。上上がってください。おりますか。はい、それでは6分しか時間がございませんのでポイントだけ、話をさせていただきます。マイクが取ってないです。はい、マイク取ってない。はい、沖縄西南諸島南西諸島米本土防衛の盾にしてはならない。私はですね戦前沖縄は日本の本土防衛のための捨て石盾になりました。それが戦後の現在においては米本土のためのやる捨て石に日本列島全体がくくり込まれている現実を私たちは目前にしていると思います。その出ているの最終的な話を今日様々な形でご報告をいただいたというふうに思っています。で、これちょっと時間がありませんのでどんどんめくってきますけれども、もう一番申し上げたかったことはですね、実はなぜ日本に南西諸島に猛烈なミサイル陣地が、設されているかというと、これナバロというですねアメリカの高官がこう言ったんですね。中国のミサイル攻撃の第一撃、を確実に吸収すること。どういうことかと言いますと、例えば中国、これは仮の話ですけれども、ミサイルが100発飛んできます。そのうち日本列島に布陣したミサイルで50発撃ち落とす。そうなれば、あとの50発はアメリカが自分で処理をする。つまり、日本列島が犠牲になって、アメリカの基地を守る、本土を守る。そういうために、日本のいわゆるミサイル陣地網が濃密に構築されている。こういうことなんですね。今、リズム来られてましたけども、宮崎島に指定されている、これは PAC-3 ですね。PAC-3 です。それで、そのことを具体的にこう言ってるわけですね。ごめんなさい。およそ100キロにわたって伸びている琉球諸島にはアメリカでその同盟諸国の空軍が書いてあって黄色の部分です。琉球諸島の南西の島々にまで軍を分散して配置することができれば中国のターゲットを絞り込むことは非常に困難になるだろう。つまり相手側からすると潰さなきゃいけない場所がバラバラになっていれば軍事的な合理性から言って非常に有利であるという認識を示しているわけですね。で実は一番今日皆さんこれ資料にもお分けしてますので、ご確認いただきたいと思うんですけどもご存知の方も多かろうと思うんですけども2008年にジョセフ・ナイですね日本の安全保障あるいはアメリカの軍事戦略の中枢になってきた人物ハーバー大学の教授でした。彼がですね2008年もう随分前なんですけれども、民主党共和党の議員200名と共同して対日超党派報告書っていうのを出してるんですね。これ大変有名な文書です。その中に実は今日お話になったことの背景あるいは根拠が遺憾なく赤裸々に書いてあるわけですね。
つまり実はなぜ、この太陽地域にアメリカが派遣を狙っているかというと、やはり石油天然ガスがもう無垢度に眠っているわけですね。米国は何としてもそれを入手しなくてはならない。で、どうやったら入手できるのか、いわゆる中国と台湾、あるいは中国と日本を戦わせて、ここですね、黄色を打ってませんけど、米軍と日本自衛隊を中国軍と戦争させる、つまり第二次日中戦争させるということなんですね。で、中国軍は必ずここですけども、日米軍の離着陸というところですけども、どんどん飛んじゃいますけども、本土を中国軍に攻撃されたら、ここですね、日本人は逆上し日中戦争を激化すると書いてある。これ文書でこう書いてあるわけなんですね。で、戦争を自衛隊と中国軍独自の戦争に発展させていく作戦を米国は探る。つまりアメリカは中国との戦争を日本にやらせる。このコースで皆さん今、ロシアのウクライナ侵略でロシアとウクライナが戦ってますよね。だけど私に言わせると、これはロシアとアメリカの戦いで、ウクライナはその大戦争をさせられている。ちょうどかって1905年の日露戦争が、本体はイギリスとロシアの戦いが、その代わり日本が同盟を結ばされて、日英同盟1902年ですね。そして、イギリスの代わりに日本がロシアと戦って、いわゆる日露戦争、100万の大軍を中国東北に送って10万人の戦車を出すという、まさに日露戦争は日英戦争だった。これがですね、同盟の目的なんですね。それとは全く同じで、アメリカはその歴史を学んで具体化しているわけですね。で、次のところに行きます。まあ、これは今沖縄の話を聞きました。安全保障の問題っていうのは、一番根本的な問題は、このコルチの言った最も純粋な安全保障は人間の自由である。今日国の話が出ました。領土領海領空を守るのではなくて、私たち、あるいは外国に住んでおられる世界の人々の自由、人権、健康、生命ですね、これを守ることが本来の安全保障で、その安全保障を実現するためには武器ではいけないとも出ましたね。国は、あるいは軍隊は、人間を守らないですね。住民の保護のごとくは二の次であるというのは、満州から帰ってきた関東軍の草地貞子という人が言ったというのは、とても有名な話があります。で、私は抑止論と同盟論というのは、抑止というのは神話だと思います。これは嘘っぱちです。それから同盟というのは信仰に近い、これは間違いです。なぜロシアが、ウクライナに侵略したかということで、私たちが学べるものは、あれだけ巨大な NATO の軍事戦力を対ソ抑止力という名目で構築していても、結局はロシアの侵略を許すではないかということなんですね。近々の事例に例えば、あれだけ巨大な核をも持つイスラエルの大軍事力が存在していても、対パレスチナ抑止力として機能しなかったではないか。一番大きな問題は、なぜロシアが、なぜイスラエルとパレスチナが戦争をする背景ですね、歴史的な、あるいはそこに貧困とか差別という問題があるでしょう。それをガルティングは構造的暴力と言いました。そういうものを一つ一つ解消していくことによってしか、反戦の身を上げることはできないということなんですね。はい、あとはですね、お配りした資料をお読みいただければと思います。で、最後にですね、もうやめますから、最後です。今日配っておりますけども、あさってですね、明治大学で、この今私が話しかけている話の本番をやりますので、ぜひこれは無料ですので、お越しいただける方はぜひ、お越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。大変駆け足で重要な話をしていただきましてありがとうございました。石油のためにアジア人同士は戦わされてるんだということを、非常に就職っていうか、まあ、そうなんですよねということをよく分かりますということで、次最後の次に、実はですね、伊地知京子さんに、あ、行動の呼びかけですね。はい、これからの行動の呼びかけをしていただきたいと思いますので、ご登壇いただいて、はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。社民党東京都連合幹事長、そして多摩市議会議員の伊地京子です。早速行動の呼びかけに移りたいと思うんですが、皆様のお手元にありますプログラム資料集のこの分厚いものの25ページに、今日もういろんな熱いお話ししてくださった山城裕二さんが
都内の駅頭で演説会をするというこのご案内をさせていただいてます。ぜひ皆様にお越しいただきたいんですが、大変申し訳ありません。まずもう冒頭ちょっと訂正があります。新橋駅前 SL 広場から始まることになっていますが、同じ新橋でも反対側ゆりかもめの、ゆりかもめというあの、うん、新交通か、あれの搭乗口のある側に変更となっています。新橋駅のゆりかもめの乗降口の側にぜひお集まりください。11時半からで、応援練習は大椿君、御社民党副党首、そしてその後は有楽町糸島前、12時半からで大椿優子議員と、あの本日もお越しの杉浦ひとみ弁護士、その後が新宿駅南口ですね。これ甲州街道前の広いところです。こちらではやはりもう今日あのずっと温度をとってくださってます坂田誠さん先生と福島みずほ社民党党首、そして新須郷さん、この人たちが応援に駆けつけて山城さんの凱旋どんどん盛り上げていきますので、ぜひお越しいただきたいと思います。それからこれも皆様お手元にこれ入ってますのでご覧いただいていると思いますが、11月23日、先ほど山城さんからお話ありました、東京と大阪でもこの集まりまして、もう大阪、すみません、沖縄と連帯するこのアクションを行いますので、こちらにもぜひ皆様ご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。それからあの先ほど短い時間でしたが皆様に短波のお願いをいたしましたところ、時間がなかなか窮屈なんですけども、何か一言ちょっとお言葉いただけたらと思うんですけど、じゃあお話ししようか。大変な気持ちを寄せていただきまして本当にありがとうございます。大根山 県立大根山や、陸上競技場を借りるのに何十万という金かかるんです。正直言ってどうしようかと悩んでおりますが、今日これは大きな乾杯をいただいて心強く思っております。ぜひ役立てていただきます。ありがとうございました。弁護士の杉浦ひとみさん、共同テーブルの保健員の杉浦さんに、締めくくりの言葉 のご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はお遅くまで本当にありがとうございます。今日はあの山城さん、山城博之さんと下地あかねさん来ていただきました。三上知事さんが作られましたあの沖縄エクサバンというあのスピンオフの映像を私見せていただいておりまして、あの元気のいいあかねさんが来てくださるんだとすごく嬉しかったです。そしてあかねさんのお父さんがひろじさんがこうやって戦うんだと、戦い方を教えてくれたって言いながら沖縄の中で戦っておられます。私はあの山城さんが歌を歌われると聞いて、ここへ座り込め、仲間が生活を守るために座り込まなきゃいけない、そしてみんなで座り込んだのをごぼう抜きにされながらも毎日戦わなきゃいけない、私たち仲間がこんないじめにあってていいのかって本当に思います。許せない思いです。私たちは沖縄の問題だけじゃない、本土にもこういう問題が来ます。そして沖縄の仲間を見捨ててはいけない、一緒につながりたいと本当に思います。私たち女性もつながろうとして、あの軍備あの平和を求め文革を許さない女たちの会というのを今年作りました。そしてこのスカーフでこれは全国でつながろうと、世界にもつながろうと思ってます。あのネットをつないで皆さんと一緒に手をつなずさえて、この国が本当にこれからも平和であるように、そして沖縄をもっともっと応援して私たちの仲間が幸せに暮らせるように頑張りたいと思います。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。これであの全てのプログラムは終わりになります。今日は本当に沖縄という場所から見えた日本の実像、私たちが今どんなところにいるのかって本当によく分かったと思います。本日の参加者は250人です。